マイクチェック、マイクチェック。はい、水曜、あれまだまだ、マイクチェック、マイクチェック。皆さん、いかがでしょうか。マイクは今日ちょっと違うからね。そうなんですよ。聞こえますか、皆さん。皆さん、聞こえますか。皆さんの心に語りかけています。音は OK。音は OK。じゃあ、行ってみようかな。水曜日になりました。水曜8時は、ブラックホール。うん。ということでございます。決まったね。ちょっとお待たせをいたしましたけれども。はい。はい。本日はベネデッタとポール・バーホーベン超入門ということでございます。待望の、待望のポール・バーホーベン特集でございます。でベネデッタね、先週から公開でしょうか、うん、あね、まあ、都内、なんかでもやってますが、まだ、ご覧になれてない方もちらほらいらっしゃるような感じではありますけれども、うん、まあ、このお話をね、我々の今日、配信聞いてからですね、見に行っていただいても、まあ、十分楽しめるのではないかというですね。で、まあ基本的にそのネタが割れて困るような映画でもないのかな。まあ知らない方が楽しいと思いますけどね。思いますが、うん、はい、まあでも別に知らないサプライズがあるわけじゃないので、では、まあそうですね。まあそうね。あと予告とかにもだいぶ出てるんで、うん、別にまあそんな気にしなくても大丈夫ですね。はい。それにまあ後半戦ではですね、ここまでのバーホーベンということも掘ってまいりますので、もしねどうしても映画ご覧でなくてまだという方は前半戦はちょっとネットにして、ね、我々がなんか口をパクパクさせているので、ね、サディスティックな笑みを浮かべながら、ね、見てていただけるとトータルリコールのね最後の方みたいな、はい、カセルでね入団とかパクパクやってるのをね見てるロニー・コックスみたいな感じでいいんじゃないでしょうか。分かりにくい、はい、分かりにくいです、ね、はい、まあね、まだあんまり都内でもそんなに回ってないぐらいの感じで、はい、回ってる時はなんか前超満員だと、うん、そうなんですよ、はい、うん、もういっぱいでしたね。いっぱいだってね、はい、それはそうですよということでございまして、はい、はい、そう、まあ、はい、ちゅうなところですよ。ね、まあ映画館で始まってからもう2回も見に行っちゃって。マジで、はい、すごい。もうなんか面白いから、はい、面白いから、面白い、面白いですよね。面白いですよ。なんていうか小難しい映画かなって一瞬思うんですけど、うん、いつものバーホーベンだったってわーっとか言ってたらね、マーフィーが落ちてしまいましたね、よく落ちますね、はい、だからそういう意味でねすごく良かったですね。健在なり、バーホーベン健在なりと思いました。まあ健在ですよね。全然健在だよね、相変わらずね。元気いっぱい、うんうん、元気かって思いましたね。元気、はい、いくつ80過ぎてんじゃないですか。80過ぎてます。1930年代生まれですよ、うん、30年代生まれ、元気すぎねえか、はい、本当にね。さあどうですか、ざっくりバーホーベンのベネデッタ、これまだ見てない人もいるし、いるし、ストーリーをちょっとだけ一応出してみる、あらすじを、はい、でいいですか。はいはい、あらすじです。ベネデッタ17世紀が舞台、ペシアの町、これイタリアですね。イタリアの、まあそうですね、結構ちっちゃな町です、ね、はい、はい、少女ベネデッタ、ここだっけ、トリノの近くなんだっけ、はははあ、なんかトリノの近くですね、確かね、トリノの近くもあるんですけど、はい、はい、うん、この人は少女の頃から聖母マリアと対話することが、いや、ね、フィレンツェの近くですね、はい、なんて言ってましたらですね、出家してですね6歳で、修道院に入ります。はい、それから、18年とか言ってました、はいはい、成人しまして、で修道院で暮らしてますと、若い女性、ね、バルトロメアを助けます。そしてそんな彼女となんというか秘密の関係がね、禁断の関係を、まあ、禁断じゃない、まあ、当時は禁断、あの中ではね、当時は、はい、築いていくわけですね、うん、はい、ところがそんなことをやってましたらですね、ある時ですね、お、手のひらに、そして足の甲にこの聖痕が、そうですね、はい、聖痕が、うん、そしてなんか不思議なこうビジョンを見まして、もうイエスの花嫁になりました私は、つってですね、うん、でもうあれよあれよという間にこう権力を手にしてですね、修道院の長になるわけですね、うん、というお話でございます。しかしというね、しかし、しかし、はい、という映画でございまして、はい、ね、え、びっくりです。いつに、はい、まあ、これはだから、実際の、まあ、ここにありますけど、はい、ルネサンス修道女物語という、ね、ね、うん、本が、これはまあ原作にあたるんですけど、まあ、実際の、
17世紀にいた修道女の実話をもとにして、はい、まあ、要は、彼女は結構詳細な記録が、まあ、裁判、まあ、そうですね、裁判審問の記録が2回、うん、大きいのが2回あって、うん、その記録が残ってた、ね、残ってて、まあ、それが大変興味深いということで、うん、まあ、こうして本人もまとめられたりとかしたおかげで歴史に残っている人なんですね、はい、っていうか残ってなくて、うん、80年代にこの作者の人が違うものを調べに、ね、うん、違うことを調べに、なんかどっかの公文書館で、うん、あの漁ってたら、なんだこの題名はって、でペシアっていうのが彼女がちょうど調べてた、うん、なんかテーマの近くの、はい、と合致してたんで、ペシアの話が載ってるのが面白いかもとか言って読んだら、うん、ちょっと待てよみたいなことになって、うん、で非常にびっくりしたんで、うん、それも踏まえて本にしたということですね。大変面白い本なんですけど、今なんかめちゃくちゃ高くなってる、うん、これはいつ頃出たの、随分ヴィンテージの、いやそんなことないですよ、そうでもないですよ、僕も一冊持ってて今日重くなるんで持ってこなかったんですけど、まあ、どうせ誰か持ってくれたろうと、はい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 、これはね、88年に比較的、はい、そうだから80年代に、うん、出た本が80年代に翻訳されてるんです、ね、うん、なるほどね、はいはいはい、タイトルはルネサンス修道女物語、生と性のミクロストリアというなんか硬い感じの本なんですけど、中身は結構ね、はい、面白いですね、面白くてスラスラ読めるんですよ、普通にエンターテインメントな感じですね、なるほどな、うん、はい、っていうねことでございますけれども、はい、さあどっからやっていきましょうかね、これね、どっからやっていきますかね、まあ、その映画見てもらえば分かることっていうのがすごくいっぱいあるんで、うん、まあそうですね、まあでもちょっとお便りを交えながらやってきますかね、見る、はい、はい、さてさてさて、うん、タピガオカさん、タピガオカさん、ユーピーガオカかな、どっちだろう、難しい、私には面白かったけどもう二度と見ない映画というタグのついた心の箱があり、中は主にハネケとトリアーの作品で満ちているわけですが、今作もその中に入れてそっと封をしようと思います。とにかく拷問のシーンが悲惨でした。叫び声が轟く中、シャーロット・ランプリングが血の芸を吐いた時は本当につらかったです。排便のシーンはリアルサウンドだし、絡みのシーンは心底は偉いし、ベネデッタは最後まで何考えてるか分かんないし、もう何が何やらでしたが、総じて面白かったです。自分にとってのバーホーベン最高傑作はトータルリコールですということですね、うんうん、まあ、でも拷問シーンは多分ね、女王陛下の戦士の方がきついんじゃないかと気がしますけども、そんなに痛そうな感じはしなかった、まあまあ、ただまあそこは想像力の問題というか想像力の問題、はい、まあね、あれですけど、まあ、ねえ、あそこはもうその拷問そのものというよりか、やっぱりそのなんていうんですか、その拷問がやっぱりそこまで嫌なものとして無駄に迫ってくるっていうのは、あそこまでのこうセッティングがやっぱり見事だからですよね。まあ、ね、近場にねゆっくり降りてってね、はいはい、なんかマキウみたいな人がいるじゃないですかっていう赤いローブを着たですね。なんかね。あそこのやっぱあの間の取り方ですよね。あそこでもうやめてって僕も確かに思いましたしね、うん、はい、ちょっとその道具を出してくるのやめてくださいね。何をみたいなね感じでございましてね、はい、いやそう確かにシャーロット・ランプリングは血の芸を吐いてました、はい、はい、というね、そして排便のリアルサウンドね、あとおならね、うん、はい、はい、さらにハヒフヒヒョさんです。とても面白かったです。キリスト教や当時の事情を特に知らなくてもすっと理解ができ、内容のしんどさを考慮しなければ万人にお勧めできる作品だとは思いました。本作を見るにあたってバーホーベン監督作品いくつか見ておこうと思い、配信されている作品を9つほどすごい連続で鑑賞しました。そのほとんどの作品の中で女性が全裸になったり、ひどい目に遭うにもかかわらず女性の描き方が雑、描き方が雑、女性蔑視等とはあまり感じませんでした。バーホーベン監督の独特のフェミニズムの姿勢があるのではと思ったのですが、その点について、どう評価されているのか教えていただきたい、うん、よしさんも論考を載せているパンフレットの充実度も素晴らしかったですと、絶対買いですと、おっしゃっていただいてます。なんかパンフね、ちょっと劇場に行ったら売り切れてるところもあるらしいですけど、うんうん、これデザインも私がやっておりまして、うん、はい、久しぶりになんか本物をやりました、はい、
で、バーホーベンの映画で、あのバーホーベンといえばミソジニーっていうぐらいよく向こうではって言われてきたんですよね。で、まあ、最近その再評価になってきてるんですけど、うん、昔はよくそういうこと言われてて、まあ、端的って誤解されてると思いますけど、うん、ミソジニーだとかホモフォビアだって言われたこともあって、うん、まあ、それはスペッターズの時ですけども、はいはい、まあ、そういうことはずっと言われてきてるんですね。まあ、あとゴールデンビジョンの時に散々、まあ、あれも言われたし、ショーガールが散々言われたって、ね、言われましたね。で、ただ、まあ、今のお便りについて言うと、まず一つ言うと、ほとんど全ての映画で女性が裸になったりひどい目にあったりするんですけど、男もなってるんですよ。バホベンの映画では男も大体全裸になるし、はい、で、まあ、ひどい目に遭う、はい、でだからそこその裸になったりひどい目にあったりっていうポイントで見てもそこは多分出てこないんですけども、うん、基本的にバホベンは女の人の方が能力があると思ってるんですよね、男よりね。まあそうだよね、うん、で見るとね、そうなんですよ。 で男の方はその、まあ、例えばメンツであるとか、うん、それからその何なんていうか万有的な、うん、そう、なんていうんですか、こう生きてるせいでとかね、うん、それからその、まあ、若くて愚かであるとか端的に、うん、あとただ悪いとか、ね、あとただ悪いとか、うん、そういう理由で、まあ、バタバタ死んでいく中で、まあ、基本バカなんで、基本バカです。でそれは多分その硬直性と多分関係があるんですけども、うん、だからバーホーベンで、バーホーベンはまあ普通にだからその女の人が全然すごいじゃんって僕もインタビューした時にそう言ってたんですけども、うん、で何だろう、自分がだってその子供の時のことを考えてもかと、女の子の方が成長が早くて、はい、頭もいいしタッパもあるしね、か確かにね、でっていうようなことを、うん、まあ考えてる人なんですね、うんうん、であとその僕分かんないんですけど、ちょっとそれはまあ他のこととも関係してくるんですけども、例えばだからその何だろう、バーホーベンの映画のヒロインを語る時に、うん、そのよくみんなそのすぐにその女がヒロインが強い女が出てくるんですけども、うん、それってどうなのっていうのをちょっと思ってるところがあって、うん、つまりそれは女は弱いっていう前提があるからそういうものになるんじゃないかっていう気もしてて、うん、でそれは例えばだからキャメロンの映画とかは女は弱いって思ってる人だから、うん、強い女をマッチョのすごいなんかこう男みたいな女として描くっていうことをやるわけですよ、まあ、なんかその場合女かっこお母さんっていうとかも入ってくる、ね、属性もありますからね。そうそう、でそこをバーホーベンの場合は女の人ただ普通に女の人として、うん、まあ、しかしその時に周りにいる男に比べると最終的に強いと、まあ、いうようなことをその家庭としてだから、まあ、その人がなんていうの、この力持ちで、うん、なんだろう、形成できるからとか、肉体的に、ね、肉体的に戦うんじゃないんだけど、うんうん、まあ、その、なんだろうな、精神的な強さっていう意味では、うん、多分女性の方が強かった、まあ、そうですね、女性だったりするんじゃないかみたいなのがあって、うんうん、でまあ、それは別にその女性が上とか下とかっていうことじゃなくて、うん、はい、僕はなんかその、まあ、バホーベンの場合は、うん、あの人はその一種さ、カジュアリック的な意味で、はい、人間の性悪なりっていう人、そう、そこですね、そうそう、そうかな、いや、そうだと基本そうだと、まあ、人間っていうのは、うん、まあ、その、まあ、言っていればそのクソ袋だと、はい、みたいな、まあまあまあ、そういう存在だと、そのリアリズムありますね、そう、それはある、で、そこにかも、その、そういう特に立つとさ、うん、別に男の力なんてどうやっていいわけじゃないですか、うん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 、でそのより人間的なのかより人間どっちかっていうどちらも、はい、どちらも人男も女もより人間的もう人間的だって、うんうんうん、どちらがよりひどい、うん、悪い強いとはなくて、うんうんうん、まあ、強い時はあるもあるし、うん、弱い時もあるし、うん、てか大体弱いんだけど、うん、そうですね、だからそのね、多分そこはあと、まあ、権力との兼ね合いもあって、うん、だからその普通に描くことするとどうしても男の方が権力的に、まあ、バホーベン時代物も多いし、うん、で立場が上になってっていうところの権力っていうことはやってるし、でそれはだから未来になると逆転して描いたりとか、まあ、そういうこともやってますよね。だからそこは権力構造の強さとそれの愚かしさみたいなものも合わせて考えた方が多分もしかしたらいいのかもしれない、まあ、そこれだからまあでも、まあ、おっしゃることは分かります。そのでもそういうことまあだからいろいろあるけども、そのなんだろうな、そのだから強い女が好きとか、うん、そういうのではとは全く違うっていうことは、まあ、ちょっと強調しておきたいなと、うん、あとはまあその強い弱いっていうことではなくて、軸がなんかは、なんていうの、悪いっていう、うん、悪い、なんか悪さが人間としての強さである場合もあるんじゃないか、うん、まあ、本性であるっていうか、はい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 、うん、でまあその決して別に立派な人ではない、うん、例えばじゃあ女性が主人公として出てくるにおいても、うん、例えば、一番分かりやすい例で言えばショーガールとかですね、はいはい、あるいは氷の美少とかですね、うん、あの辺実は分かりやすいんじゃないかと思う。その後のブラックブックなんかもそうですよね。なんかこのでもその人たちは別に悪い人じゃないですよね、悪じゃないと思うな僕は全然。いやでも氷の美少は悪でしょ。氷の美少はまああると思う氷の美少あるけども、うん、
あのブラックブックの人全然悪じゃないし、まあね、そもそもただそのあでそのなんていうのかな、善悪、いわゆる、世間的な善悪っていうことというよりかは、うん、なんていうんでしょうね、この悪さ、この悪さをどう表現するか。でも悪いって言葉使うとなんか僕としては、うん、あの善悪になるから、善悪になるから、ね、ちょっとニュアンスが こぼれ落ちる、まあ、要はその社会の決まりというか、うん、そうそうそう、社会のモラルみたいなものがあるとすると、うん、つまりそのそれが正しい、モラルが正しい、はい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 、そういう考えのことがある。あ、だからね、そのね、越境してる人間は好きなんですよ。まあそれはそうだ、ね、それは、まあ、越境してるっていうのは、まあ、別にそのむしろそのモラルの中で、うん、モラルのいろんな決まりがあるんだけど、うん、それに対して自分の意思を押し通す人っていうのが常に主人公であって、それはその男でも女でも、うん、変わりない、変わりないね、うん、でそれぞれに割とひどい目に遭わされたりはするじゃないですか、うん、まあ、いろいろ ねモラルというものがあるわけだ、ね、はいはいはい、うん、ところがそこでこうあの泣いたりしないっていう、まあそうですね、ところじゃないですか。泣いたりしない、うん、なんかね、もう見てるこの野郎みたいな、なんかっていうところが実は、ああそっか、それを、うん、それをあの悪っぽいって言葉で、そのはそれが悪です、なんか、だからまあカタカナの悪だね、悪、それだってなんとなくまだ、カタカナの悪って書いちゃうとちょっと善悪ではない、善悪判断が、政治判断が入っちゃうんで、だからしたたかとかね、そうしたたかとかね、したたかとかね、うん、あのしたたかっていうのは結構強いかも、いいかもしれないと思いますね、うん、うん、そんな気がする、まあそうですね、でやっぱあと強い弱いっていうこと、まあ強いっていうか強えみたいな、そうね、あと感じ、なんかさ、あとね、まあなんか特にさ、その戦争映画、まあ、ブラックブックでも、はい、情報役の戦士でもいいんだけど、うん、あのああいうところ、ああいう場面にさ放り込まれてしまった人間がどうするのが正しいのかっていう話ってあるわけじゃないですか、うん、でそれははっきりしてて、うん、生き残ったやつが正しいんだ、はいはい、うん、まあそうですね、うん、あでもそういうふうに描きますよね、そうそうそう、ね、うん、でそれが正しいっていうことはそこであって、うん、でそれはでもそれが世間から見ると、うん、あいつは人を裏切って、うん、こういうことやって敵の結束を舐めて生き延びて、なんて悪いやつだって話になるんだけど、うんうん、それはそうじゃなくて、それは彼は生き延びる、自分が生き延びるじゃん、裏切り、何をやる、裏切りもすれば、うん、あ、まあまあその後ろからも刺しもする、うん、そうですね、生きることに対して、ね、そうそうそう、そうだからブラックブックはあの主人公じゃなくて、うん、あのあっちのもう一人の女の子の方の描き方が僕は本当に素晴らしいと思って、うん、あれはやっぱり彼女はモテる力を使ってサバイバルしたんだと、はいはい、いうことをちゃんと肯定的に描くじゃないですか、うん、あれ普通だったらあの本当リンチされてひどいことになるような役かもしれないけども、そうじゃないんだということをちゃんとやっててよかったですけども、ただ一方でだからまあそうですね、だけどあの女王陛下の選手なんかだと一番若くて力持ちで喧嘩も強いみたいなやつから一番悲惨な死に方をどんどんしていくっていうね、あのそういうところもなんかだからそういうのも多分なんていうのだからまあ そこにはすごく皮肉な視線もあるし、それからそのなんていうんですかね、そのだからやっぱりこうそういうことじゃないってことでしょ、だからつまりあのさっきからの話にちょっと戻すと、うん、そのなんだろうな、そのいわゆる強さ、世間的な、うん、いわゆる強さの人は全然生き延びられないんだと、うん、それは本当の強さでは全然ないんだっていうことで、うんうんうん、だからやっぱり女の人のサバイバルを描いてても、うん、それはだからその強いからっていうのはそのなんていうのそのあの舐めんなよとか負けないとかいうところにあって、だから最後まで折れないとこ、そうそうそう、ことが強さであって、あのそう、それはだからそれはだから普通にだから単に強さって言っちゃうと、うんうん、あのちょっと違うなって感じが、まあ、それはねよくわかります、うん、まあそのクソにまみれても、ね、私は生きるんだよって、うん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 、やっぱこの共通したこのなんていうかね、はい、そうね、正しさなど知らんクソくらえというやっぱり、ね、ところがいいんじゃないですかね、うん、はい、急に何かすいません、はい、皆さん、ね、やっぱ、うん、今日あれは、ね、魔法弁だと熱い、ね、熱いからね、はい、はい、ということでございますよ、うん、さらにさらに息子の息子さん、ロボコップトータルリコールスターシップトゥルーパーズぐらいしか見たことがないバーホーベン初心者ですが、あのわい雑な世界観が気に入っていたのと、ブラックホールで吉木さんが強く推している一本だったので見に行ってきました。世界史に疎いので話についていけるか不安でしたが、美女2人が大きい方をするシーン、音まで忠実に再現を見て、なんだトータルリコールの時と変わってないじゃんかと安心し、その後は楽しく鑑賞できました、うん、印象に残ったのはベネデッタの確固たる自信です。成功がでっち上げかどうかは問題ではなく、信じれば夢は叶うを見事に体現した彼女の生き方に拍手を送りたいです。たとえ
ラスト、たとえ辛酸をなめる結果になろうとも一点の曇りもない目で自分が戻る場所はあそこしかないと修道院へ戻っていく姿は、普段自分に自信が持ってない私にとってはたくさん見習うところがありました。あ、息子の息子さんといえばそうだ、僕はね、あの武蔵野館で、ね、帰り道にお会いしたんですよ。映画終わってね、あのこっちの淀橋の方がぐるって回ってたらそこでバタッとお会いしたんですね。はい、その説お世話になりましたやっぱりそうですよね、確固たる自信、ね、信じれば夢は叶うってそうですね。そうディズニー映画の感じになりますけどね、うん、まあ、だけど そこがね、今回その一番その面白いところの一つで、うんうん、やっぱりその何だろう、その信じることっていうか、その信仰、信仰、ね、信仰の強さと、それがだからその、はい、まあ、ある意味奇跡的なやり方で、その信仰、うん、強い信仰心の持ち主でどうこうっていうことが、うん、その広く知れ渡って、うん、そのまあ、神とのつながりがあるってことが示せるってことが、それイコール権力ともつながるっていう、うん、あの構造が面白いし、でそのそれをだからそのどこまでそのベネデッタが自覚してやってるのかっていうのも分かんないと作ってやるところは、うん、まあ、めちゃくちゃ面白いと思うわけですよね。あと、ね、あのインタビューでも言ってましたけど、うん、あれですよね、あのこのそれでか権力を得たからこそ、はい、ベネデッタには個室が与えられて、うん、だからこそできることが広がったっていうね、はい、だからそこもまあすごいよくできてるっていうか、まあ、それは実際の話はそうなんですけど、うん、面白いと思いますね。まあ、なんていうかね、まあ、まあ、ちなみにですけど、はい、そこので原作の方で読むと、うん、そのまあ、そのちょっとまた後で別にそのディルドの話もしますけど、はい、あれなんですよ、この時っていうか、この100年ぐらい前に、うん、そのまあ、いろいろ、宗教改革があって、うんうん、っていうか、まあ、そこで、なんていうのか、なんだっけなその何だろう、そのキリスト教の中の異界体系をもうちょっと、はいはい、あのカトリックの中をしっかりしようっていうのがことがありますね、うん、まあまあその何だっけ、公会議があったりして、うん、でその時にだから、まあ、プロテスタントも出てくる中でカトリックはカトリック改革みたいなことをやってるわけですけども、その時にその異界体制をはっきりさせるっていうことの中には、そのあんまり簡単にその聖人認定とか、うん、その聖者だとか、それからまあ奇跡だとかいうのをこう今までみたいにやんないで、それよりも日々の経験ってことが僕は嫌いですけども、地味な生活と、まあ、お祈りとかをメインでやってきますよみたいなふうに方向転換してたことを、ベネデッタは田舎の出身だったので知らなくて、そのちょっと昔ながらの聖人観みたいなのにとらわれていたんで、っていうところが実は、まあ、ある種の敗因だったっていうことがこの本に書いてある。なるほどね、うん、まあそうね、っていうか、もともとその中世、うん、中世から、まあ、これ中世から近世に入る頃だと思うんですけど、まあ、近世末期ですかね、だと思うんだけど、要はその精神っていうのが一つ、はい、その見せ物、いや観光の見せ物みたいになってるのが、うんうんうん、ところがあって、例えばそのなんかそこまでいくとさ、そのなんだろう、精神なのか何だか分かんないんだけど、うん、なんかずっとその教会のさ、はい、壁になんかその壁画みたいなのくぼみを作って、はい、そこにずっと人が入って、うん、で封しちゃうんで、うん、でちょっと口だけ開けて、うん、その食べ物だけ入れるようにして、うん、食べる促進物食べる促進物みたいな、うん、そこでずっと祈ってる促進物、はい、どっちだみたいなそういうのがあって、今でも向こうの教会とか行くと、その、うん、元そこに人が入っていましたっていう、うん、すごいスペースがあったりするんですよ、うんうん、でそれがそれさ、晒し物にされてんとかなんとかわからないんですけど、ですよね、まあ、でもそれがその一種、はい、尊いものとして、それは皆さん拝みに来て、うん、まあ、そこにそのお布施をあげて、うん、みたいなので、はい、教会 の、まあ、その運営の助けになると、うんうん、まあ、生物とかもそうですもんね、うん、でそれで、まあ、だからその教会側として、つまりだからベネデッタがその心配にかけられて、うん、なんでそのカトリックがこれを重大視したかっていうことの背景には、今言ったようなことがあったんですけども、うん、その民間の民衆はそういうまだ追いついてなくて、ベネデッタも当然追いついてなかったんですけども、うん、なんでベネデッタが亡くなった時には聖遺物を求めてもう群衆が押し寄せて全部持ってったって話なんでやっぱりそういうふうにはなっちゃうね、うんうん、そうそんなことがあったということらしい。だから要は、まあ、そのベネデッタがあえてその権力を握っていく過程も、うん、結局その、まあ、なんだろうな、その民衆の人気によって、うんうん、その教会自体が、うん、教会って修道院自体がね、はい、周囲あそこその
修道院としては実はそのちゃんとした認可を受けてないところだったんですよ、ね、あ、そうそう、バチカンの認可を受けてないですよね。でそのバチカンの認可を受けるのに、まあ、そのベネデッタっていうのはちょうど良かったというところは、うんうん、すごい経験で、はい、そのキリストのビジョンをガンガンに見る修道長がいるんです、はいはいはい、うちには、うんうん、人気です、はい、正常かもしれません、はい、みたいな話を、まあ、言って、そうするとじゃあ分かったっていうことで、あの修道院認可をバチカンから受けるみたいなね、うん、そう、それがないんでカツカツなんで、うん、がめついんですよ、うん、シャルトランプリング、うんうん、あのがめつくしてないと経営が立ち回らないんで、資産金を持ってきなはれって言ってですね、うん、そうか、だからそれでこう、あのうちにはこんな人がすごい人がいるっていうと、うん、もう世界各地から、そこに巡礼に来て、巡礼に来てとか、で、あのなんかあれですか、その城下町でおまんじゅう売ったりとかみたいな、そういう、いや、まあ、本当そんな感じよ。ですよね。ルルドとかそんな、まあ、うん、で認可を受ければ、うん、まあ、受けることができたら、うん、そのやっぱりそのいろいろバチカンの方からも融通してもらうわけです。補助金とか出てる、補助金、そういう、まあでも基本的にはそういうことです、ね、なるほど、ね、うん、そういうね、生臭い有名な坊さんが来て祈ってくれるとか、ね、はあ、はあはあ、っていうね、うん、変わりませんな、ね、今も昔も、まあ、要はそのシステムとして、うん、まあ、だからみんな、みんな間違い、勘違いしてるのは、うん、もうバチカンってのは一つのシステム、はいはいはい、支配システムだから、はい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 、そうすると別に神を信じるか信じないかっていうのとは別問題で回ってくる部分があるんだよね、うんうんうん、まあ、それはそうですね、うん、ね、もうだってあの劇中に出てきたあのほら、ランベール・ウィルソンの、はい、あれはなんていう役職なんですかね、教皇特使と、教皇特使ですね、ああ、はあ、教皇特使って日本にもいいでしょ、え、マジで、だから、そう、だからバチカンが出してる大使のことを教皇特使なんだから、そうあの人なんて別にそのもう教皇大使か、うん、教皇大使、まあ、まあ、バホベン映画にはいつもね俗物が死ぬほどできますけど、あの人なんかもえらい俗物でしたもんね、やっぱりね、なんでそんなこと知ってんすかとか言われて、うん、ちょっとうーんうんうんみたいになってましたよ ね、 ね、ちょっとなんかおっぱいとか見せてもらっちゃったりとかしてね、母乳が出たなんつってね、何やこいつはと思いましたけどね、全然立派じゃないやないかあれはでもあれだよね、多分だからそういう世界観なんでしょ、つまり子供ができて育てられる人が褒められるか、だからほらおっぱいですよ、あの文明が出てる絵とかありましたよね、あるあるとか、だから、うん、その感じなんだと思うんですけど、うん、あそことかもだからその見てて、やっぱりバーホーベンさすがその、まあ、トイレのシーンとかもそうですけど、うん、あのあ昔の人と全然違う考え価値観でやってんだなっていうのが一目で分かる、うん、いいシーンだったと思いますね、うう見つけてくる、見つけると好きだから入れてくるんで、まあ、そうそう、うまいですよね、うん、っていうねバーホーベンはあの裸、男女、女性男性性別問わず裸も見せたがるし、うん、あの見せたがるとか、そうね、そう、あの描きたがるし、うん、裸も好きだし、なんかあとなんかなんかこう分泌物が好きですよね、なんかあれもね、うんことかも普通にあのね、いやワンホーベンはそれはだから普通だって本当にあることだからそうするじゃんって、だからその映画がお約束で見せないかったり、うん、ちょっとあのなんていうの、間なんてこう、こう間接的な表現するところをできない人だから、うん、あのできない、できない、植物的な表現しかできない、植物的にやっちゃうんで、だからそのショーフケティでも、うん、赤ちゃんがギャギャ泣いてて、うん、おむつ開けたらうんこがべっとりっていうのがあるし、うんうん、まあ、もちろんまた別のショーフケティでは、僕はあれ初めて一般映画で見たこと初めてですけども、うん、レイプしようとして部屋の中追い回してくる男のチンチンが完全に勃起してるっていうのを、うん、あの一般映画で見てたらあれぐらいじゃないですか、うん、でもだけど、でも言われてみれば、うん、そうに決まってんだから、うん、だよねみたいな感じになる、だからバーホーベンの辺見るといつも あのあれって思うんだけど、ぎょっとしながら、いやでも本当はそうだしなみたいな、だよね、うん、そうなんだけど、だよねって、でもわざとやってるでしょ、いやもちろんそれはあのみんながやんないからやってやれと思ってる、でもねそれは、でもそれ、それできるかどうかってでかいですね、もちろん、なんか面白いからってとこもあるじゃないですか、まあ、面白いから立ってる方が面白いじゃんみたいな、でも本当にバーホーベンのね、はい、その描写の植物性っていうのは本当にね、うん、ああ大好きなんですけど、そうですよ、今回も本当にね、うん、やっぱりあのキリストがすごかったよね、キリストすごいですよね、あのねあそこまでね、あのもうね、あの分かってて、ロマンス小説みたいな、そうそうそう、だからその、ハーレクエン・ロマンスの表紙みたいな感じじゃないですか、まあ、で微妙にとんまそうな顔の役者をうまく配置してですね、しかもほらなんか危ないってなると、うわー助けに来て、こうバッサバッサ僕が助けに来たよとか言ってるじゃないですか、うん、でもいよいよこうなんかこのふんどしを取りなさいって言われた時に、うん、あれ爆笑しちゃったんですよ僕、あのあんなんかどうなってんだろうだけたらないっていうのがこれはあのヘンリー・ダーガーと一緒やね、そう、うん、あの小学生が見るやらしい夢かっていう、ね、うん、見たことねえから分かんねえんだこれみたいな、まあ、ベネデッ
った情報は完全にそれないですね。ですよね。本当だから小学生だし、ヘンリー・ダーガーだしで。もうバカじゃないなと思いました、ね。そんな、しかもそれをアップで見せるっていうね。そうそうそう。ガンほらね、なんて。で、確かにそうだよな。大体あのね、バンホーベンの映画のビッグスーな、これ毎回ね、でも確かにそうだよなって、いつも思って見てるんですよ。思いつかなかったっていう、ね。そう。他で見たことないっていうね。やっぱり、ね、固定概念にとらわれていたら、俺たちと思っちゃう。いや、そうなんですよね。そこで本当に腰の輪取って何もない、ガーンっていうところを見て、これは、この映画そろそろどう思ったらいいんだろうなっていう感じがね、ちょっとしてきたですね。あるある。なんか、でもそういうのいっぱいあるよね。やっぱだってそのね、なんか危険ないとかでもね、はい、そういうことだって、とか、あの、ちんちん、スペッターズもあるか、うん、チンチンとかまさぐりながらなんか話とかしてるじゃない、はいはい、で本当にそうじゃんと思うんだけど、はいはい、映画で見ないですね。一般映画で見ないですね、よくいるけどね、そのチンポジ下がりながら、はい、チンポジ直しながら会議とかしてる人がいるよね。そうよね、という、うん、ね、というのがね、いや楽しい映画でしたよ、本当に、うん、いやすごい、まあ、次行きましょうか、じゃあ、はいはい、そんなバーホーベン、はい、はい、1938年生まれですってさ、と、うん、いうことはっていうことは、本当にもう85ぐらい、そんなですか、そうですよね、すごい、はい、はい、オランダ、うん、ね、ハワグで幼少期を過ごす、うん、その時に、はい、街中が爆撃されるのを見て、はい、夜空を見てなんて綺麗なんだと、うん、感動したという話ですね。そこら中にその悲惨な死体が転がってたって言いますね、はい、でそれをガン見してたって言いますよね、うん、はい、でその後数学物理学を大学で学び、そう、数学知ってるんですよね、この、はい、で海軍に従軍して、そこでそのドキュメンタリーを作ってたわけですね、うん、それからテレビ界に入り、うん、で60年代には、テレビシリーズ、中世オランダが舞台のテレビシリーズフローリスの監督を務めて、そこでエルトガー・ハウアーと出会ったという、そう、このフローリスっていうのが、うん、ちょっとコメディタッチなんですけども、はい、これの時にエルトガー・ハウアーと出会って、うん、でもうちょっとこれの気合いの入った中世のそういう話、はい、なんか中世ロマンチックドラマみたいな感じなんですけども、はい、フローリスっていうのは、うん、まあ、僕見てないですけどっていう話なんですけども、うん、それのもっとハードコア版やろうぜってできたのが、まあ、グレート・ウォーリアーってことですね、はい、うん、はい、ね、うん、ということでこのフィルモグラフィーがですね、ドンとございますけども、はい、来ました、来ましたね、ね、初めて見たのはあれだな、ロボコップの時に全部見たんだな、きっと、ね、うん、あの VHS がやたらとリリースされましたもんね、いい時代でしたね、いい時代でしたね、はい、82年までがオランダ時代っていうことになるんですか、いや85までが一応、まあ、いやグレートオリアスは一応アメリカ映画でしょ、あ、そうか、あれはアメリカ映画、82までですね、だからここまでオランダ、あ、ここはもうアメリカ呼ばれて撮ったの、これ、はいはいはい、そうそうそう、でなおかつ、85年のグレートオリアスまでは、ほぼほぼルトガー・ハウアーと組んでやってます、はい、で脚本家も同じですね、はい、っていうところでございます、うん、何しろ87年に本格的にアメリカに殴り込んで、うん、で、2000年インビジブルでもう愛想つかしてわしは帰るとそっからこのペースもうちょっと なそうなんですよね、毎回面白いから文句はないんですけど、うん、ね、まあ、あのあ本当はね、ポスターシップトルーパーズの後にいくつか、はいはい、そう企画があったんですよ ね、 その話はまた後で、インビジブルも全然面白かったんですけどね、はい、まあでも本人的には非常に、まあ、あとまあちょっと公衆的にちょっときつかったんで、まあ、あのアメリカでなかなか仕事が見つからず、うん、まあ、オランダ帰って、うん、ね、撮ったのがブラックブックという、そうブラックブックでね、また本当にね、またあの本領発揮で素晴らしかったですよね、素晴らしかったですね、うん、ブラック、あ、ちなみにインビジブルは2もあるんでしょ、ね、全然書けない人が撮った、うん、氷の美少も2、氷の美少もあるよね、勝負あるも勝手な2がある、うん、どうでもいいというね、いや、まあ、ヒットメーカーだからさヒットメーカーではあるんですよ、間違いなくね、しかしそのあ、でもこのオランダ時代の映画もほとんど、はい、あのオランダ時代オランダ映画史上最高記録をどんどん塗り替えてるんですよ、これ毎回ね、4番目のところが確か、うん、あの、そう、あ、そうそう、だからその前にその女王陛下の選手もそうです、スペッターズもそうですね、そうなんですよ、毎回塗り替えてるんですよね、とんでもない売れっ子ではあるんですけども、うん、やるたび、はい、出すたびに、まあ、いろいろ文句言われる、文句言われるんで、やんなってアメリカ行ったら出すたびに文句言われるんで、やんなってまた帰ったと、いろいろあります。でも、まだ今、ロスに住んでるはずですけどね。はい、うん、はい、まあ、そんなね、
ところでございましてね。で今回のベネデッタの原作が先ほどお話ししていただいたこちらってことでございますな、はい、これ大変面白い本、ね、面白いですね、はい、うんうん、僕も面白く読みました。ですが、まあ、ちょっと今あの変な値段が高騰しているやっぱりこれでも、はいはい、こっちやっぱり、ね、このなんだろう、この英語の題名の方は全然正解じゃなくて、インモデストアクツで、ザ・ライフ・オブ・レズビアン・ナン・イン・ルネッサンス・イタリって、うん、はっきりしてる、そのすごい、そう訳せよって思いますけど、まあ別に、うん、訳よかったら別にいいんですけど、うんうん、これはだから、まあ、要は、記録に残、うん、まあ、前も言ってたけどね、その記録に残ってる、はい、その最初 の, そのレズ、うん、修道場の場合、そのレズで、レズビアン行為で処罰されたというか、ね、はい、これ別にその彼女が、キリストの花嫁を語ったからとかいうことじゃないんで、ね、レズビアンで処罰されてるんで、まあ、実際にそこだっていうことだったんですけど、はい、まあ、それが記録に残ってるんで、その記録に残ってる最初のレズビアン裁判というか、はい、まあ、その別に裁判でもなければ、うん、本当にレズがやった記録なんてないから、うん、まあ、最初の記録、まあ、そんなもんあるって想定されてないんでまあこの本で面白いのが、そのなんか、まあ、速記っていうか初記がね、うん、その裁判の記録取ってるんですけども、その女が2人でその性行為をしてたってところになった途端に字が乱れてこんなになってるっていうあのいかに人々に動揺を与えるつまり ありえてはいけないというか想定してない事態なんで、完全に動揺して字がガタガタになってたって、そもそも女性が性欲を持つっていうことはないわけでしょ、まあいう考えもありますよね、当時はね、結構根強く。なるほどな、ましてや女性同士で、や何をどうしたらいいかわからないみたいな。でまあそれもまあその前にないことはなくて、なんかスペインとかイタリアとかにポツポツとそういう霊的なことはあって、でしかもそれがまあだいぶ前になると、それやっぱりその、まあ、火破りにされちゃったりとかするんですけど、火破りにされるされないの基準っていうのは、そのやっぱり100年前ぐらいにまた決まってて、でそれがですね、まあこれはちょっとあんまベネデッタの映画とも関わりがあるんですけども、道具を使ったかどうかなのね。でその道具を使ってるっていうことは、その男の権威っていうか、そのつまり世の中の断りを壊す行為だとも考えられるので、そうすると厳罰で火破りになっちゃうんですけども、ベネデッタはそれは、現実のベネデッタはなかったんで、政府だったんですよ。だから今回の映画でそのベネデッタが家計に処されそうになるのは、だからその物語の作り方としては完全に筋が通ってる。だからだったらそうなるよね。なるほど。そういうドラマ作りをしてるんですね。そこは映画なりのそのアレンジっていう、ね、アレンジで、はい、そうですね。あれが見つかっちゃうっていうか、ね、まあそれはあのアレンジだし、うん、まあ、バッホーベンだなっていう、いや、そうですね、やっぱりね、うん、そう、やっぱり映画はそうじゃなきゃいけないね。いや本当最後の方畳みかけるようなね、怒涛の展開が、うん、まあ、口あんぐいですよね、うん、まずそんなに行くんだみたいな、うん、そういうあの素晴らしさがいつものバッホーベンですけどあります、うん、はい、はいはい、バンジャーマンさんからの、はい、バンジャーマンさん、はい、ワンジャーマンさんの相棒の方お元気ですか、名前忘れちゃった、ね、今度教えてくださいね、初日鑑賞今年ベストで気になっていた原作も読んでまいりましたと、うん、物語というよりは かなり詳細な裁判記録といった感じ、ベネデッタが原始したものには、全て非常によく似た元ネタがあり、うん、原始するようになる以前に実際にベネデッタがそれらに触れていたというあたりはトータルリコールに似ているなと思いました、うん、ほう、ベネデッタの隠蔽工作がザルで、結構他の修道女に決定的なところを目撃されていたり、武器を持った天使が現れたとの供述には審査官というかね、がそもそも天使は強いから武器持たねえからと論破されたり、同性愛が発覚した瞬間の教会のパニクリっぷりなど非常に興味深いところが多いのですが、肝心の性ディルドに関しては原作ではそれに類する行為があったのではという程度にとどまり、あれはバッホーベンの発明だったのかと知った瞬間、驚愕しました。なんて天才監督なんだっていうね。改めて感動って今のお話ですね。うん、確かにね。でこのほら映画版でもなんかあそこのね、うん、1個ほらあの石が取れてそこから覗けるみたいなことがありましたけど、はいはい、あのこの原作の方を読んでてもなんか修道女がすごい入れ替わり立ち替わりみんな覗いててそれを証言するんですよ。でなんかベネデッタはなんか傷つけるところまで見られてる、見られてるんですね。でパンと水しか食べないって言ってるのが部屋にサラミを持ち込んで食ってましたいろいろみんな言うわけであのそう傷つけてるのも見られてるし、うん、でもまあそれもねだからなんだろうな、だからやっぱり暇なんだよ、暇なんですよ、暇なんですよ、まあ、密室だからね、うん、そうそう、まあなんか、ね、僕すごく一番これ原作に出て一番面白かったのは、はい、その
まあ、ベネデッタがの生成が否定される理由の一つとして、うん、彼女はすごい綺麗好きだった、うん、つまりその、うん、本当に神に行進してんだったら、はいはい、フランシスコかみたいな、ね、はい、聖フランシスコって言うのはさ、はい、あのずっと髪も飲み放題で、はい、ボロを着てみたいな、ボロを着て、はい、全然体も洗わないみたいな、はい、ボロボロの格好で、うん、だから心はその神と通じてるから、はい、いいんだっていう、要は神秘主義者になればなるほどみんなに構わなくなる傾向なんだけど、彼女はその修道会内でも、うん、修道院内でも一番ぐらいの綺麗好きで身だしなみを整えてるんだって言って、それは神の声を聞いてるわけがないみたいなことを言われるのがすごい面白かったですね。そうで起きた奇跡もだからそのね、そのだから自分の心臓がキリストに取られてしまって、そこに新しくキリストの心臓を押し込まれたんだけど、それはバルトロメが横で目撃してるんだけども、うん、そしたらでかすぎて入りきらなかったんで、こっちになんかギュギュやって入れたみたいな話をした時に、それがまたその審問で問題になって、うん、あのサイズの合わない心臓をキリストが持ってくるわけがない、完璧な神がね、なんで合わないものを持ってくるのか、そういうことは後からギュギュ言われて、いやだけどその頃のこういう宗教裁判とかって、うん、本当にだけどモンティパイソンのホーリーグレールのあれの魔女裁判とかと一緒で、であれも笑っちゃうけども、そのつまりその前提っていうか、前提となるその世界観とか、うん、あの世界の体系が違うからなんだけど、うん、その間の理屈っていうか論理には一貫性があって、うん、だから例えばそのなんだろう、そのトマス・アクイナスも何でもいいですけど、神学の本なんか読むと本当にしょうもないことを無限に理屈立てて書こうとするっていうことをやってて、うん、この神門でもだからその例えばそれが本当にベネデッタのその虚勢から虚栄心から出たものなのかそうじゃないのかとか、それはその信者としての正しい態度なのかそうじゃないのかみたいなことを延々とすごくそのリズメでやっていくんだけども、相当ベネデッタはうまく立ち回ってたんで、第1回目の神門の時は基本的に大体セーフだったんですけども、その後で別のもうちょっと厳しいやつが来て、ちょっとそれやっぱりよく見るとダメなんじゃないのみたいな話も増えてきたんだけども、あの実はその本当のベネデッタは最後の方で少し微妙な方向転換して、あのその天使だとかあの神だとか言ってきてるのがその悪魔の可能性があるっていう方向に方向転換したんで、まあ割とセーフだった部分もあるんですね。なるほど。そうすると自分ならない、自分の責任にならないんで、そうすると、まあ、いや、あの、まあ、要はそのそういうのは、まあ、スコラ哲学とか言って、はい、宇宙船それをバカにされるんですけど、うん、はい、それは別にそのあの中ではちゃんと論理が通ってる、通ってます、通ってます、あの別におかしなことを言ってるわけじゃないんだよね、まあ、そうなんですよね、うん、と思ってね、あの映画ずっとこう引き込まれて見てるんですけど、もしかしてこの物語自体は結構くだらなくねえかと思ったんですよ、うん、なんかこんなこと言っちゃなんなんですけど、うん、あのあそこで怒っていること、うん、あの交わされている会話とか、うん、あとまあなんかそのこのお部屋でいろいろやってたら壁の穴からおばさんが見てるとかっていう、うん、このなんかなんだろうなっていう、うんね、100% 理解できますそうそうそう、この間抜けさ、まあでもそこをこそ描きたかったんだろうしなと思ってね、なんか、ね、なんかだから、うん、そのさっきのね、そのキリストがあまりにも、はい、そのハリクイーンロマンスじゃないかみたいなのも含めて、まあ、あの、まあ、昼めろっていうか、はい、あの、流しね、まあ、これ言い方はよくないのかもしれないんだけど、うん、まあ、要はあれ、そのあの安っぽいキリストっていうのが、はい、いかにも彼女が、うん、その想像しそうじゃん、でそれは、うん、その今別にね、女性がどうだとか言いたいわけじゃないんだけど、要はその本も読んでない女子高生とかが想像する王子様みたいなもんなんだ、あれほぼ、はい、みたいなものじゃないかと思うわけよ、はい、で別に女性だからっていうわけじゃないよ、男でもだって同じようなことを想像すると思う、あの男だったらなんかすごい美少女が降って降りてきて、うん、その天使がね、でまあ、そういうその安っぽい想像力っていうものが、うん、そのでも基づいた話なわけですよ、うん、そうですね、じゃないですか、うん、っていうかあの話を、はい、そういう安っぽい想像力として描けてしまうところが、うん、バーホーベンの凄さなんだと思うんだよね、そこをあのこれってだからその全然もっと大行に厳かにやって、うん、で信仰がうんぬみたいな話で、うん、でそのベネデッタの生成なりそのスピリチュアリズムみたいなところを、はい、あの大冗談にかざした映画には全然できるんだけども、うん、それをほらね間抜けでしょみたいな映画にするところがやっぱいかにもバーホーベン、バーホーベン力ですよね、でもその本当なんかさ、フランス人だったらさ、うん、ジャック・オ・ディアールとかだとこうなんか荘厳な映画作りそうだな、馴染めな映画、それでね、そうですよね、でもそうじゃないんだよねっていう、うん、あのでどっちがリアルかっていうと、実はバーホーベンの方がリアルなんじゃないかっていう気がするんだと思います、うん、でそうなんですよね、でそこのところのなんかあの
うまいなって思うのはだから そこのところにもやっぱりレイヤーっていうか階層があって、はい、その当時のしかもその修道院とかその教会絡みの人の中にも、はいはい、あのみんなそのアンビギュイティっていうか曖昧さがあって、うんうん、全員どこまでの信仰があってやってるのか分かんないけども、お互いにはそのこんぐらいでみんなすごい信仰してますっていう、いう状態でやってるんだけども、全然そこあの何ていうの、全然誰も分かんないじゃんこれみたいな感じも含めて、うんうん、そういうところはやっぱりそのなんかすごいその世俗の目を徹底してるところから出てくる面白い表現だと思いますね。うん、なおかつあの修道院しかり、あとはそのあっち側のその教皇に近いそこら辺の人たちもしかり、なんか見ていてそのそんなにこのいわゆる経験さみたいなものは描かれていない気がして、うん、みんないわゆるその ここの世界の中のシステムにあくまで従っているというか、うんうん、なんか、うん、だからまあそういうことだよ ね、うん、気はしたなっていう。うんうん、あのただ、ね、シャール・トランプリングは、うん、あの人は実はすごく、はい、あの真剣に、はあはあはあ、真剣経験で真剣な人なんですよね、ええ、なんだけど実は彼女のところで神は降りてきてないっていうのが最後に分かるんですけど、うん、あれがねあの残酷なんだけど面白いなと思って、はいはい、要は一番神にあの神のことなど何も神のことっていうか、ま、全く、ま、狡猾で、うん、嘘もつき、うん、あの好き放題やってるベネデッタはでも神と通じてるわけじゃないですか、うん、で彼女はだから教養があってそこに近づきたいけれども、うん、絶対ないんですよ、ね、それがね、うん、だから だからでベネデッタ見ててだからベネデッタにどうしようもない劣等感があるわけじゃないですか、うん、あの自分よりも劣ったひどい女なのになぜかあの女は神と通じてるような気がするっていうあ面白いよね、うん、でもでまあね、それで彼女やっぱりその教養があってディーセントだからそれを表に出さないでやっていく辺なんかもすごい面白いですよね、うん、まあその最後の最後のあれは言いませんが、うん、まあ、あそこもねうおって思いましたよね、はい、本当に、うん、かっこいい、あの時あそこでなんかいきなりロボコップみたいになんない、なるなる、やばいかっこいいこれみたいなそういうところもありました、うん、マーフィーがなんかバーンって入ってきたとそうああっていうねなんかでもこう本当またしてもこんな言い方もあれなんですけど、うん、なんだろうな、そのシャーロット・ランプリングのあのね前修道院長との何かその関係っていうのが、うん、なんだろうな、これあの往年の少女漫画っぽいっていうか、うん、なんか、まあ、だからメロドラマっぽい、ね、メロドラマそうですよね、メロドラマっぽい、しかもその、うん、なんかあのいわゆる本当大メロドラマっていうか、そうそうそう、ほんあの昔の愛戦カツラじゃないけどいや本当にね、それこそその大冗談のメロドラマなんで、ね、でしょ、うん、なんかそうね、だからなんだそれもなんていうの、この最近見ないっていうか、うん、言うとまあ語弊があるかもしれないですけども、なんていうのこう寺いがあったらできないタイプのメロドラマを、あのどうですかって堂々と、ね、堂々とダーンと出してくるっていうところもやっぱバーホーベンの強いところかなと思うんですよね。表面あんまりなんかこう悔しさみたいなものはあんまりこう描かれない気がしてるんですよね悔しいみたいなところはねはいそうキーっていう、いやいいな、はい、まあでもね、それに加えてだってね、あのこの間もトークショーに行ったんですけども、うん、でベネデッタがいてあれもんで大変じゃないですか、うん、で奇跡はあるし怖い声で怒鳴るしみたいなことがあった時によ、うん、それに加えてあのペストが蔓延して、うん、で彗星が来ましたって、うん、もう印がありすぎて忙しいっていうねやはりみたいなやはりみたいなことばっかりじゃん、まあ、あの足し算がすごいなと思って、でも、まあ、それも両方本当の話なんです、本当にあったことなんでね、それもすごい良かったですね、いやすごいわ、いやいや、じゃあもう一発です、ね、はい、ミミちゃん新兵隊さんありがとうございます、はい、映画の元になった実話、記されたルネサンス修道女物語を鑑賞前に一読、印象に残ったことは大きく2つで、1つは当時同性愛として想定されていたのは男性同士の性交であり、女性同士の性交はどのような罪に当たるのかという判例があまりなかった、ね、もう1つは、修道女として出世していくことが当時の女性にとって社会的に高い位置につくための1つの方法であったことです、映画を見る前にはベネデッタの性婚が認められるまでと同性愛の告発の後の裁判の様子が描かれる裁判劇のようなものを予想しましたが、鑑賞するとベネデッタという女性の狂気ともいえる信仰とカリスマ性による成り上がりと彼女に扇動される民衆の暴力性を強烈に描いているという印象でした。
ベネデッタは自らも欺いてしまうほどの信仰心の強さに加え、賢さ、したたかさも備えていて、どこまで本当に信じていて、どこまで分かった上でやっているのか分からないところが面白かったです。彼女以外の登場人物は聖職者であるのに人間臭いところがあることも相まって、スーパーウーマンとしてのベネデッタが強調されていたようにも思います。一番好きなキャラはベネデッタのお父さん、はいはい、ベネデッタを修道院入れるときに、ねぎりに失敗するし、バルトロメアを入れるときも結局倍の金を払うことになるし、金持ちそうな割に商売ベタなところがいいと思いました。そうでしたね。そういう確かにそういうキャラクターでしたね。あの人出てきちゃう金払うってそんだけだったんですよね。そうそう、今ねこれちょっとコメントでもありましたけど、その女性同士の性交について、だからその裁判の記録でね、なんか指を入れたとか接吻をしたとか、まあその接吻したっていうのはマーホーベンがインタビューでっていうのはリッキングってことですけどねって言ってちょっと受けたんだけどだけどそのそれの時も「何指を」とか言って「それはソドミに当たるのでは」とか、うん、指を入れたらソドミなのかどうなのかみたいなことでまたケンケンカンカンガクガクやるんですよ、うん、でだからそういうところもどうやったら理屈に合わせられるのかっていうことをまあ無限に考える時代だったってことですね、うん、その枠組みの中でね。そうか、うん、まあね、うん、でもやっぱそうそう、なんか終わってみるとなんかこうピカレスクロマン的なとこがあるよなとやっぱ思って、うんうん、そこがやっぱりそのバーホーベン節なんだろうとも思いましたしね、うん、なんかねこの爽やかさ、うんうん、あとまあだから思ったのは、はい、実はまあこれも後でもちょっと言いますけど、そのすごいそっくりって言ったわけじゃないけども、はい、実はちょっとショーガールにも似たところがあって、いやすごい思ったそれは。そうそうそう、だから能見がベネデッタだとすると、うん、クリスタルがシャルトランプリングなんでね、はいはいはい、でそっちの自分が入ってる方の世界の理屈を完全に内面化して、うん、その中で生き抜く術を全部知ってるんだけど、うん、この入ってきたすごい生命力に太刀打ちできないみたいなところを考えると結構実はショーガールに似てるなと思って見てましたね。いやマジそう思いましたよ、うん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 、てか一緒やないかって思いますね。そういうとこあるよね。まあね、その自分のさ技を見せてそうそう喝采を集めてそれなそうそうのし上がるっていう ね, っていうね、うん、何も持たない女がそう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 同じ話ですよね。そうなんです。最後そのあれですよ、抑圧者権力者たる男をぶっ飛ばしてですよ、ぶっ飛ばしてねそう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 、そういうとこもね、まあ、一番最後のオチだけ違うけど、まあね、うん、まあ、一番最後のオチはね、ショーガールはスペッターズと一緒ですから、はいはいはい、うん、まああれですけどね、確かに、うん、っていうね、うん、はい、いやいやそうなのよ、だからやっぱね、そういうとこメロドラマだよな、うん、メロドラマですね、メロドラマ、うん、まあね、ショーガールも大概なメロドラマですから ね, ね、うん、っていうね、いや、はい、いやでもね本当俳優とかもみんな良かったし、はい、これね何て言ったんですか、いやなんか僕は本当これ一昨年のベストワンなのかな、はい、僕確か一昨年ベストワンにしたんですけども、うんうんうん、なんだろう、そのまあ、本は読んでたんですけども、それからどういう映画になるのかなと思ってたら、本当に最初のにね、ホークさんが言ってたみたいに、はい、あこれは紛れもない単にっていうとなんか語弊がありますけども超ストレートなバーホーベンの映画だっていうところが、うん、もうあ間違いないみたいな、これよこれこれみたいなですよね、この味この味みたいな、そういうとこがあったりしますよね、ね、本当に、うん、いやというね、すごい、はい、すごいいい映画だと思います、うん、はい、はい、でそんなバーホーベンと今回一緒に脚本を書いたのがデビッド・バークという方ですね、まあ、L っていう仕事で、うん、L で仕事ですがその、やってんな、いや、これ最初はだってあれでしょ、はい、だからオランダ時代の、はい、ずっとオランダ時代 の全部脚本を、はいはいはい、やってた人と一緒が本を見つけてきて、はい、これやろうぜみたいな話だったんだけども、ずいぶん昔ですよね、ずいぶん前です、ずいぶん前です、はい、そしたらなんか方向性の違いで、はい、分裂してしまい、ちょっとなんか なんていうの、性愛の部分がちょっとこうボリューム増えすぎてはしませんかというところで、うん、脚本家と、うん、に言われてなんとなくね、うん、たもとを分かったという話がありますけど ね、まあ、別に経過したってことじゃないと思うんですけど、うん、まあでもそういうこと ね、はい、ということでございます、うん、で、その後、引き継いで脚本やったのがこの人ですね、うん、13の選択、ジョン・ゲイシー、ジェフリー・ダーマーなど、すごいな、ジェフリー・ダーマー、ジェフリー・ダーマーって、あれですかね、ネットフリックかな、ちょっと調べてみましょう、ネットフリックなんですか、ね、はい、私の去年のベストワン、ああ、うん、ジェレミー・レナンの映画の方のジェフリー・ダーマーかもしれない、うん、あそっちか、
そっちじゃないですか、ね、いずれにしてもなかなかね、なかなかなフィルモグラフィーですよ。はい。で撮影は女性の方、ジャンヌ・ラポワリーさんというね、フランスで大活躍ですな、うん、はい、あ、そうですね、はい、確かに。そしてキャスト、この方は L に出てたんですね、バーホーベン映画だと、宗教に狂った、うん、レイプマの奥さんの役で出てた人ですね、はい、でだからそれを見てなんかバーホーベンが、うん、でそのほら普段はそれを、ね、だからその旦那のやってること全部してたくせに、うん、なんかずっと自分はなんか信仰が大事でみたいなことを言い張って最後まで、で最後に別れる時になんか実は分かってたみたいな、うん、相手してくれてありがとうみたいなこと言って去っていくわけですけども、うん、その芝居を見て彼女ならできる、うん、バーホーベンが思って、でそれについてはバーホーベンは、うん、トータルリコールを見た時に彼女はいけると思ったので氷の微笑で着ようと、うん、同じパターンだって言いましたね、はい、うん、はい、まあ、頑張りました、まあ、素晴らしかったですね、素晴らしかったですっていうかなんか、うん、この人結構童顔でね、はい、そうなんですよね、若々しいですよね、うん、見た目は本当に、はい、そんな若くないんでしょ、若くないとかじゃない、77年生まれですから、そうですね、うん、割とこうそんな20代とかじゃない、20代とかじゃないです、はい、実力派でございますよ、うん、でもすごいなんかね説得力ある、ね、うん、そして出ました、ドン出たね、怖え、これはね相変わらず素晴らしい、相変わらず何をやっても素晴らしいです ね、 ね、うん、本当に出てきた途端に怖かったもんな、さんもね、いや本当何歳で何に出ててもすごいってすごいですよね、本当にね、いつも感動するもんな、まあね、うん、まあいろいろ出てんな、出てますね、ね、何でしょう、なんだっけ、はい、この間ここにザルドスが入ってないじゃないか、ザルドスが入ってないね、フランスオーソンの安楽死映画でも出てたんじゃないか、はあ、そうなんですね、うん、ね、そうあれでもよかったな、うん、いやこの人は本当に何に出てもでもいいですよね、確かに、ね、確かに、うん、まあ今もそうか知らないですけど、はい、自分の出た映画を一切見ないって昔言って、一本も見たことないって言ってましたよね、うん、そうよくわからないんだよな、本当すごい人もあるのかな、まあよく、まあバホベンとか、まあでもフランスではそうでもないのかな、これアメリカだとね、なんかバホベンの映画とかなんか、うん、出たがる女優は限られそうなんだけど、うん、シャルト・ランプリングはなんかバホベンの話持ちかけたら、これパンフとかに書いてある話ですけど、はい、脚本送ってどうですかって言ったら、うん、いや出ない理由がないなって言われたんで、うん、じゃあ出てくださいって言ったらうんなって話が早い、話が早いっていうね、すごいですね、ことらしいですね、うん、さあそんなバーホーベン、シャロットランプリングについて、はい、あ、答えるからですね、自転車屋さん、とにかく生々しいエネルギーに満ちた映画でした、うん、ベネデッタは都合が悪くなるとすぐドス声を出して本当だよ威嚇するのでこの映画どうなるんだと精神的手汗をかいていました注目したのはシャーロット・ランプリングです、全てを見抜いているのに全てに興味がないような、石のようなあの眼差し、やばいかっこいい、今までのバーホーベン作品なら主役であってもおかしくないキャラ設定だと思うんですが、全てお見通しの上で波風を立てないようにしていた彼女が娘の死、自身の死期を前にフグ大伝の敵であるベネデッタと協力するとは、神を信じない女性と神しか信じない女性がタッグを組んだ時に繰り広げられる権力者八つ咲き賞やっちまえ女性たち、少し落ち着いた鑑賞後、武蔵野館の喫煙所でベネデッタ、君は一体何を望んでいたんだとバルトロメアの目線になっていたのでした、うん、確かにの、ベネデッタはだからやっぱりその、うん、まあ成人劣勢されるっていうか、はいはい、まあそこですよね、うん、まあ、そういう特別な神との関係を結んだ人間として広く認められることを望んでて、うん、でそのためにだいぶいろいろなことを、まあ、無意識的か意識的かいろいろやったわけですけども、はい、まあそれは叶わなかったと、まあ、映画の中では彼女が、うん、性婚はなんでついている、はい、傷が出てきたのかっていうのは、はい、まあ、はっきりとは分からないんだ、うん、一応 ね、うん、一応別に、うん、裁判記録的には彼女がつけていたってことになってるんだけど、はい、まあ、それも分かんないですよ ね、 んでね、そう、まあ、本当に出たのかもしれないし、うん、まあ、自己暗示で、うん、出てくる可能性もある、出てくることも普通にあるわけだから、エクソシスト的にね、うん、でもあの、うん、あとね、そのオリジナルではなんかその
キリストとね結婚して指に指輪が、うん、出現したっていうね、はあ、でそれがねなんかねサフランが部屋にあって、そうそうそう、それで黄色く塗っていたらしいっていうのと、その後になって実体化した時にはどうも見てもなんか真鍮のあんまり大したことない指輪だったように見えるっていう証言が後から出てきたんだけども、うん、出た時はみんなその証言した人たちはうお本物だなとか言ってたわけですからその辺もねちょっとそのだからその裁判っていうか審問とかになった時にそっちに都合よく言うっていう、その何ていうか権力に流されるあれもありますから、ね、そうそう、だからどっちそれをもってしてだからどうとはなかなか言えないですよね、うんうん、ただ割とあれですよね、これもバウホーペン映画の割と伝統的なところだとは思うんですが、うん、あんまりこう謎を残さないというか、うん、解釈は皆さんにお任せしないでしょ、うん、割とほらだから今回も結局最後にあの花瓶のこの花瓶だか、うん、あれですよ、破片をですよ、うん、これあんたちょっとこれやってたんでしょみたいな、うんうんうん、もうやってたんだろうな、そう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 、やってたんだろうなっていうなんかね、うん、あれそれはほらあの氷の微笑もそうじゃないですか、うん、なんか本当にシャロンストーンって犯人だよみたいな、いや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 、それはねそれはそうだし、トータルリコールもいやあれは夢で夢だよあの、ね、まあそれはいいんだけど、だけどだからその多分そこはもっと内心のところが、つまりね、こういうのだからその、まあ、バーホーベンも自分の映画ではアンビュギーティーを大事にしてるって話はして、曖昧さを大事にしてるって話はしてる、どこがしてるんだけど、いやいや、それを今説明しようと思って、はいはいはい、でそれは例えばそのベネデッタ が例えば自分でやってたとしても、うん、その時にそれが何でそうしたかったのかとかいうことは分からないし、例えば、うん、そのキャサリンがね、こういう美少で何でそうしたかったかも分からないし、でそれから例えばトータルリコールでもなぜそのシュワルツネッガーは目覚めようとしないのかとかね、うん、いうことは分からないし、うん、でロボコップもマーフィーがどれだけ戻ってきたのか分からない、つまり 内面のことは分からない、分からないっていうことが、うん、まあ、バーホーベンの映画見ててその解釈が分かれたり、はいはいはい、そういうところなんじゃないのかなと思ってるんですけどね、言わないしね、うん、ちょっと言わないですね、なかなか言わない、言うとよく言うけどね、私はこうしたいんだとか言うけど、それね私はこうしたい、うん、ね、まあでも確かにベネデッタは何を望んでいたんだと考え込んでしまうのは確かに、うん、それはまあ、術中にはまっているのかもしれない、術中にはまってる、僕もそうでしたけどね、うん、でもこれ見てて面白いのは、はい、その僕はすごいその面白いところだと思ったことのもう一つは、はい、バルトロメアなんですけど、うん、バルトロメアはその、はい、だから一番最下層の小作農家なんかの娘で、うん、で、まあ、字も読めないし、うん、で何も知らないでしょ、で宗教のことも知らないし、家じゃレイプされて、で、まあ、大変な人生だったわけですけども、でその彼女がこの映画見てると、映画見てる分にはよ、うん、映画見てる分には一番モダンな人に見えるね。まあ、そうそうそう、はい、現代的な人に見える。うんうん、でそれはなんでかっていうと、その何だろう、そのシステムと宗教の、はいはいはい、のなんていうの、刷り込みがないから、うん、逆になんか普通に素に思ったことを言っちゃって、それなんで意味わかんないみたいな。そうそう、で、あ、今の人みたいって思うところがすごい面白いと思ったんだよね、これはね。うん、モダンな人ではありまして、うん、そんなバルトロメアさん、まあ、強烈なね印象が、ダフネ・パタキアさんっていうんだ。僕は今回初めてこの映画でね、うん、この人見ましたけどね。彼女もなんかオーディション終わってから来たらしいですけどね。いましたね、はあはあ、彼女すごい良かったですね、この人も ね、 ね、うん、はい、で、まあ、そんな、バルトロメアさんについては、私がキッドフィストさん、はい、ズバリとても印象に残ったのはバルトロメアとラストシーン、うん、その傷自分でつけたんでしょうとベネデッタにね、詰め寄ってましたね。でそれに明確な回答をせず、うやむやにして町に戻ることを選択し、最後までシスターを、務めると。しかし町は病気で破滅することなく、ベネデッタは70歳近くまで生きたというテロップに、あれ結局何が痛いんだろうと悩んでしまいましたどうお考えですか。まあ、これ事実そうなんです。事実そうなんです。で、そうそう、でペシアは小さい町でなかなかペストが来なかったんですよね。うんうん、それとそのベネデッタはその修道院内の牢獄で70近くまで生きて、はい、亡くなったと。で、座敷牢みたいなもんなんですか。座敷牢みたいな感じ、うん、でその間はだから人と話しちゃいけなくて、食べ物も限られてるんですけども、うん、その後だからね、ベネデッタの人生40年ぐらいが空白なんですよ。うん、だからそれもあって結構バーホーベンがそこのところは邪魔、脚色してもいいだろうっていうその、まあ、そこの手前のギリのところですけどね、はいはいはい、ほとんどだからその後は記録がないんで何も分かんないんですよね、うん、でもただ死んだことは、死んだ日は分かってて、死んだ記録はあるから、死んだ記録は、まあ、だから修道院の人が書いてる、
日記かなんかで返したね。そうそう、それでその群衆が押し寄せてベネディットの遺物を奪い取ろうとしたらもう分かってるんですけども、そこまでの間は謎と。ああ、じゃあ、ね、そのいわゆる座敷牢みたいなところに入れられていたという期間のことというのが分かっている、うん、が40年がある分かってないんです、うん、そうなんです、うん、ね、うんうん、まあ確かに、まずそうでもあそこもね、そこででも彼女はだってあそこしか生きる場所ないですからね、確かにね、うんうん、それはだからそのバルトロメア、そこはだからなんだろう、現代人の目で見るとバルトロメアの言ってることはすごい一理あるんだけど、はいはいはい、ベネデッタ的にはあそこ以外絶対ないわけで、確かにそれはまあそうですよね、うん、っていうことはあるな、うんうん、そこもだからそのなんていうの、現代人とは感覚とかが全く違うってことがちゃんと分かって、うんうん、いいエンディングだと思いました。思いますね、うん、そうだよな、うんうん、あそこしか生きるところがないんだよな、うん、なおかつあそこで一度はまあなんていうんですか、トップをね取ってます、はい、トップ取ってますね、勝ったわけですからね、うん、そうだよな、それ、まあ、そのトップとまあね、盤を張ってたわけですから、盤を張ってましたよ、うん、まあね、だってそこから逃げ出すっていうことは、はい、そのキリスト教から離れるってことですかね、文化から離れるってことなんで、うん、それはだって彼女はそれ以外のことは何も知らないわけですよ。ああ、確かにそう。で、そうなったら多分自己激ですから、うん、自分の中ではね、うん、はいはい、それだけは避けたいはずだから、うん、まあ、この映画の話に沿っていったとしても、うん、そうですね、まあそうか、いいエンディングでしたし、うん、まあ、すごい映画でしたね、うん、なんかやっぱり後々になってずっと考えれば考えるほど何だったんだろう、あの話って僕も思うんですけど、うん、ね、なんかこうやっぱりバーホーベン映画、はい、というまとめになるじゃないでしょうか、ね、はい、っていう、でもどうなんですかね、そのバーホーベンとキリスト教っていうこと、あ、その話っていうのはね、まあ、ちょっとこれからまあおいおいあっちゃこっちゃ出てくるんだと思うんですけどね、うん、そういう話がね、はい、ということで、ベネデッタはまだまだやってますし、日本のねあっちこっちでね、ちょっとまた劇場も増えるといいですよ、ね、はい、そうね、これから多分回り出すと思う、ね、拡大すると思うんで、はい、してくれないと困る、困りますね、うん、はい、ということでございますよ、素晴らしい映画、素晴らしい、素晴らしい映画ですね、うん、本当になぜこれがシネコンでかからない、うん、分からない、ね、うん、だってまあ、娯楽対策ですよ、そうそうそう、これ娯楽対策ですよ、ね、うん、ね、レズあり、そう、貼り付けありペストありすごいですね、なんか、うん、何も出るっていうすごいよ、70年代東映みたいです、ね、あとおならを使って火を吹く芸人が出てきます初っ端からそれでしょう、なんだこれ、そうか、ね、うん、いやでも今回これ本当予算も限られてて、はい、でまあほとんどロケだし ね、まあ、ね、それでそのなんつうの、そのすごいとんでもないそのなんでマネーショットというかすごい引き絵とかもないのに、うん、確かにそうだ、始まった途端にあその時代なんだなっていうのが分かるっていうか、うん、そのなんだろう、セットで役者が嘘をやってる感じ、うん、じゃないところにちゃんと連れてってくれるのが、ね、バーホーベンの強さで、だからその時代の人たちに見える、うん、その時代に見える、だからそれが、うん、なんだろう、それこそそのすごい金のかかったハリウッドでも、まあ、日本でもそうかもしれないけど歴史劇みたいなので、これ全然今の人じゃんみたいなの、まあ、対極ですよね、うん、そこはね、やっぱそこにおいてやっぱその汚さ、要所要所で出てくる汚さっていうのはすごく説得力を増してるんでしょうね、そのね、そうね、ね、うわ汚みたいな、いや、ボロ、本当にボロのボロ着てるなんかね服も本当にゴーゴーして痛そうだしね、そうそうそう、いや、よかったですよね、いやいや、いいんじゃないでしょうか、おならね、はい、というところで後半戦に行く前にどうしますか、休憩入れますか、一瞬休憩しますか、はい、じゃあちょっと皆さんもね、今のうちにいろいろとちょっと、はい、はい、一瞬じゃあ休憩にしたいと思います、ちょっとおならをしてまいります、おならをしてまいります、はい、しばらくお待ちください、すぐ戻ってまいります、
はい、イエーイ。後半行ってみよう。後半戦。後半です。いや今も言ってたんですけど、バーホーベンの話は楽しいから、うん、いくらでもできるねっていう。そうですね。ね、できちゃうな、うん、こりゃ。充電の続く限りできるよ。まあ、ね、うん、確かに充電の続く限り。まあこの後半戦はですね。はい、ポール・バーホーベンの、過去作を振り返ってまいりたいんですけどですね。今回新しい趣向としてですね。うん、はい、我々それぞれの。はい、バーホーベンこれやっていうやつを3本、はい、これで1やつな、1人3本上げていこうという、はいはい、これは私どもあのこれを見るまではですね、うん、あのそれぞれ知りませんので、はいはい、びっくりする、はい、で僕はあのうっかりお漏らししたんで皆さんに知ってますけど、どうせお前はそれだろうっていうやつですから、はいはい、ということで行ってみようっていうところでございますよ。はい、はいはい、ドン、はい、柳下さんの、はい、心の3本、はい、さあ何だろう楽しみだな、ドン。あ、まだどうもない。いきなり、いきなり反則、いきなり反則。ねえ、はい、映画じゃない。映画じゃない。いきなり本からですね。映画じゃないんですね。はい。はい、ジーザス・オブ・ナザレ。はい。ナザレのイエス。イエス。はい。これはですね、はい、まあ、まさに本なんですけど、これ2008年だったかな。なんかね、ともかく、ハーホーベンが、うん、ウィンビジブルの後だと思うんですけど、はい、あの企画で、まあ、イエスの生涯を撮ろうと、はいはい、撮ろうとしていろいろやってたんですけど、まあ、結局お金が集まらなくて、はい、まあ、ちょっとあいつにそういうことやらせたらまずいんじゃないかとみんな思ったんじゃないかと、まあ、はい、それはまあね、確かに。でもいいじゃんか、もう 20世紀とか21世紀なんだからと思いますけどね。そうそう、まあ、それでなんだけど、まあ、結構彼あの、バーホーベン的には割と必須の企画っていうか本当にやりたかった人なので、すごい悔しいんで、うん、まあ、自分で本にしたんですね。本にしたんですね、それ調べたことを元にして、はい、まあ、これを、はい、いや、この辺、いや、この辺ですかね、この辺、この僕の前ですか、これに、はい、はい、はい、あ、これで見えてると思います。これがそうだな。はい、それです。これにあると、まあ、これを見てもらうと、あ、見てもらうと、読むと、まあ、だいたいその、どういう映画にしたかったかって分かるんですけど、うんうん、もとにかくね、あの、まあ、これ読んで、同時に、まあ、これは無理だなっていうのがよく分かるんですけど、うんうん、あの、ともかくですね、これ最初もあのマリアから、あのマリアの処女解体から始まるんですよ。はい、なんですけど、まあ、でこれは基本的には、まあ、奇跡のないイエス伝、はいはい、そうですね、だから、まあ、パゾリーニのなんだっけ、マタイの福音書元にしたいのがあるけど、まあ、あれに近いといえば近いんですけど、まあ、当然パゾリーニよりももうすごいんで、はい、あの、まあ、処女解体というのは、まあ、処女解体ということで、まあ、要はイエスはマリアから父のない子で生まれた、うん、そうか、父のない子か、じゃあレイプだなということで、あの、そもそもあの、ローマ兵に、うん、のあのがレイプされて、うん、そう、ブライアンと一緒じゃないですか、完全にそうそうそう、うん、でマリアでそれ生まれたのが父なしで生まれたんで、まあ、それが伝説になったっていうところから、まあ、始まって、うんうん、まあ、で要は、まあ、イエスというのはあの一種、革命家であって、うん、その宗教とかではなくて、うん、革命家としてそのローマ帝国に反旗を翻したメサイアだったんだっていう、うんうん、まあ、そういう主張ですね。まあ、ちょっと補足すると、はい、あの、まあ、これパンフに書いたんですけども、うん、はい、あの1985年にさっき説明まで出てきたロバート・ファンクという聖書学者が創立したジーザスセミナーっていう団体があって、うん、これはあのその史実としてのキリスト像を探求するっていう名目のか、まあ、学会というか研究会なんですね。で、まあ、これはだからその、まあ、そのもちろんその文献学的なこともやりながら、まあ、あの、まあ、まあ、いわゆる旧資料とかその辺も考えながらやってくるんだと思いますけども、はい、あの、まあ、これで奇跡とか復活とかいった超常現象については可能性を排していると。でバーホーベンこれもう30年以上メンバーなんですけども、うん、で、これのここの研究会の中で、委員会投票に参加する権限を持っている、唯一の聖書学の修士号とか博士号を持ってない人なんですね。だから あなたはこんなに調べててすごいって言われて
資格を与えられたと。でなんかバーホーベンは、うん、あのインチキなものから、うん、何からせあのキリストがどうのって書いてある本は全部買ってるんで家に1000冊以上あるとあの何も買ってるむちゃくちゃあのやってるんですね、うん、でバーホーベンは昔その若い時にこれもちょっとパンフに書いたんですけども、うん、あの神秘体験っていうかしてて、まあ、2つあって、まあ、片っぽの方がはまあ、それが両方とも結びついてるのは実はその時の、まあ、後の奥さんですけども、うん、あ奥さんだよな彼女があの妊娠してしまって、うん、で、まあ、コンドームが破れちゃったからなんですけども、うん、それでその時あのオランダではあの堕胎が違法だったんですね、うん、でどうしようかっていうんですごい悩んでる時に、うん、まあそのペンテコステ派の、うん、セミナーっていうかその集会に、うん、街でパンフレット渡されて、うん、で呼ばれて行って、うん、でまあその教えなんていろいろ違いますけど本人がインタビューで言ったのは2週間ぐらいかなそこに通って、うん、でそのなんていうのその宗教的な熱狂みたいなものには結構ハマったんだとその2週間の間ですけど、うんうん、でしかし気づいてみたらそれってみんなでワーワー言ってるのが楽しいのとあとオルガンで音楽がやばいとかそういうことなんじゃねってクラブクラブそうそうクラブ活動感なんじゃないのって気づいた上にしかもそこでなんかあの神がこう言ってるのよって言ってきた人がその最初にパンフ私と同じなんかそれみたいなことにハッと思い立ってですねないないこんなのってやめたんですよ。でそれがまあ神秘体験でしかしそういうものに引きつけられてしまう自分に心象があるかもしれないとそれはちょっとやばいしでそんなものに騙されるわけにいかないので何が何でもリアリズムっていうのはその時に確立されたんだって本人がまあ言ってますよねっていう。ですから今回のベネデッタもそうですし、うん、そのナザレのイエスという企画もそうですが、うん、ですからそのなんていうんですか、まあ、人としての、うんキリストであったり、うん、なんていうかその現象としてのキリスト教っていうものにあくまで興味があるっていうことなんですかね、うん、まあそういうことですね、うんまあまあ、でも基本的に好きなんだと思います、うん、好きっていうのはそのキリスト、うん、興味がある興味がある興味があるし、うん、まあ要はあの、まあ、結局その今に至るまでだよね、うん、そのヨーロッパの文明西ヨーロッパの文明の基盤であり続けてるわけで、うんはい、ヨーロッパアメリカですね、うんまあ、それ何なのっていう話で、うん、まあそうですね、うん、いや考えざるを得ないところはあるんだと、はい、そうですね、まあ、だからこそ、まあ、後でその話も出ると思うけども、はい、あのロボコップについてもねあれはアメリカ今の現代アメリカのキリストなんだと、うん、つまり鋼鉄の鎧を身にまといてねそうそうあのでかい銃を持って水の上を歩く水の上を歩いてるだろそこがね、まあ、ロボコップの最後の方で水の上歩いてますからね、うん、実際歩いてるから、うん、そういうねこれはまあ、 あの映画化実現していたら本当に血みどろで本当にねすごいことになってとんでもないことになってたと思うんでうん今からでも遅くないけどやってほしい見たかったですね見たいですよね見たいですね、はい、お金あげてくんないですからねそうそう本当にねお金の余ってる気違い気違いとか言っちゃいけないお金の余ってるね、はい、あの大富豪のツイッターとかで遊んでる人とかいるんだからさ、はい、ああいう人がガーンとね、うん、ちょっとあのテスラの株 10% ぐらい売ればそうそうそうすぐできるから確かにしたら見直すんだけどねそうねというところでございますよ、はい、じゃあもう一発さらにこれだ出た出た、はいはい、これはきっとね吉木君の被ってるだろうなと思いながら、はい、今回あのもし被ったら被った分だけあのまた話ができるっていうねこれねセーフセーフお得なシステムセーフセーフあのねギリギリまで悩ましたよ確かにね僕この映画大好きなんですグレートウォリアーズ欲望の、うん、これは、アメリカで最初一応、英語で、まあ、脱作ですかね、じゃあ英語は4番目の男が英語か、はい、だからまあ合作ですけど、まあ、一応アメリカ資本で、撮った、はい、最初の映画ってことですね、うんうん、で、ルトガハワーが傭兵隊長で、はい、中世の、傭兵部隊の隊長で、うんうんうん、本当に傭兵部隊で全く何のモラルもないんで、はい、あのやりたい放題というか、はいまあ、生きるこれも本当に生きるためにやってることなんで、うんあはいはい、あちゃんとストーリーが、うんあるんだけど、まあ、あのありとあらゆることをですね、うんありとあらゆる非道を尽くして、はいまあ、あの 城を奪って、まあ、要はその城の単なる傭兵隊長だったんだけど、うん、最終的にその自分を裏切ったあの国王を倒して、まあ、その国を、はい、城を奪い取ると、うんうん、乗っ取って、自分が王になるんだっていうことを、はいまあするまあ、勝手にね、うん、勝手にね、うんうん、このでもこのあらすじ ひどいな全部ネタバレだよこれこれ最後だよ、ね、これはちょっとあんまりですねバレるところだけ丁寧に書いてあるっていう、まあ、この合間合間がねやっぱりね、うん、そうそういちいちひどくて、ね、そう合間合間がいいんですよね、うん
で、ね、あのあれを、そのあの王子の婚約者っていうのがまあジェニファー・ジェイソン・リーなんですけど、はいはいはい、あのね、この頃全然まだ美少女っていう感じだったので、そうですよ、うん、すごいすごい役やるなこの人っていう感じだったんですけど、はい、まあ、うん、その後いろいろ頑張ってるところに見せてもらって、はい、まあ、これから最初に素晴らしく良かったですね、はい、やっぱりこれも悪カタカナの悪、まあ、カタカナの悪、ね、うん、悪の話ですね、ジェニファー・ジェイソン・リーのいわゆるまあお姫様的なポジションでも、うん、めっちゃ悪みたいな、だから、あの彼女が、まあ、彼女がまさに最初その、まあ、あのルトガー・ハウアーの、はいはい、にまあレイプされて、うん、まあ、お前の俺の女になれって言われたら、うん、まあ、それ従うんだけど、うん、あのでも別に彼に従ってるわけじゃなくて、それ生き延びるために従う、うん、はいはい、そうですね、でだから最終的にはその彼女があのルトガー・ハウアーマーチンを裏切って、はい、あの王子を助けるんですよね、はいはいはい、あのそうですね、うん、でもそれも別にあの別にそれに対しても実はルトガーはそんなに恨みを持ってなくて、はあはあ、しょうがねえよなって、まあまあ、あいつの立場ならそうするよぐらいの感じでしかないっていう、確かにそうでしたね、あとこれブライオン・ジェームズが出てるんで、ああのルトガー・ハウと後にコンビ、あ、はいはい、ブレードランドで出てますね、うん、そうか、それでジェニファー・ジェイソン・リーはヒッチャーでリベンジされたのね、そうそうそう、牛崎の経緯、確かに確かに、かわいそうに、でもこれもね本当にそのなんだろう、そのなんかそのドロドロの中性感みたいなのがね、うん、まあもう画面から漂って、はいはい、コンバカの感じで、うん、まあ、本当に良かったですね、なんかまあこれはその、まあ、もちろんこの頃のなんでそんなお金も多分なかったと思うんですけど、うん、まあ、その貧乏臭さが、うん、逆にその中世のリアリティあるよね、うん、これっていう感じだったんでね、うん、その特に城の中とかが別に、うん、まあ、豪華なわけじゃない、豪華なわけないんで、うん、その特にその中世のそんなでかい城でもないわけじゃない、うん、これ、うん、で別に従者とかね偉大ですからね、うんうん、まあ多分こんなもんだよね、はい、中世の城とかっていうところで、まあ、その一行の貧乏たらしさも含めて、うん、確かに、うん、ですからここで培われたものがねベネデッタにも生きているということですよね、そうそう、うん、あとこの時もだからその聖マーティン、聖マルタンか、うん、あれをだから像とその奇跡と結びつけて、うん、都合よさそうにやってる一方で実は半分信じてるっていう、うん、そのみんながね、うん、ところもあったりして、そこもなんか微妙なその信仰との兼ね合いがあって面白い、うん、頭のおかしい修道僧みたいなやつがついてるんでね、そう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 、うん、あと僕この傭兵グループにいるおばさんが本当好きで、あの人最高ですよね、いいキャラクターでね、あれは本当良かったな、うん、大好きな映画ですね、そう考えると同じ話な気がしてきたな、今後、ね、まあ、大体同じ、ね、大体同じ、これは愛としても同じですもんね、なんかね、いやこれね、はい、これよくねテレ東でやってましたもんね、やってましたね、うん、その最初テレ東で撮った VHS 人から貸してもらって最初に見ましたね、そのたびに見てました僕も、ね、はい、つい見ちゃう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 、で元気になるんですね、なんかね、うん、はい、さあ、はい、じゃあもう一本なんだろうか、ドン、はい、出た、みんな大好き、これはもうね大好きです、はい、あ、はい、なるほどね、はい、まあ、これはもうまあ、はい、はい、あの、まあ、皆さんご存知の、宇宙の戦士の映画で、はいはいはい、宇宙の戦士の映画からどうやねんと思ったら、うん、まあまあひどい、うん、ひどい、まあまあひどいですね、ナチスアメリカのプロパガンダ映画として作ったバカしか出てこないという、はい、日本人は、いや、人間はほぼみんなバカという、ね、確かに、すごいすごい映画ですね、まあ、今見てもすごいですよねこれね、うん、そもそもこれスターシップトルーパーズなのに、うん、あの外国格が出てこないっていうさ、はいはい、パワードスーツ、ね、パワードスーツが出てこないってどうなんやねんって散々言われたんですけど、はい、アメリカでも言われたし、はい、まあ、日本でもいろいろ言ってまいたんですけど、まあ、それでええんやって、うん、そういうものじゃないよっていうね、うん、そういう映画じゃないんだよ、そうですね、パワードスーツを出してそのいわゆる強化服を着せてしまったら、うん、そのなんかあの人体が真っ二つになったりってところね見せられないですからね、うんうん、つまんないからね、うん、つまんないですからね、まあこれはねでも本当にだからそのこれもだからそのなんだろうワーホルムがその言わずもがなでしょっていうことで、うん、もう当然そのまあまあナチスのプロパガンダ映画での、うん、まあパロディとして作ってるわけで、だから本当にだからなんだっけ、あのイングロの途中に出てくる映画だと思ったらいいわけじゃないですか、これってそういう作りなのに、うん、あのファックみたいな感じで、うん、あの盛り上がることができるそのロマン要素は牛乳にあるわけで、はい、うん、で、そこがだからそのプロパガンダの怖さみたいなものをより引き立てるっていう、うん、まあ食えない映画ですよねこれね、バーホーベン本人がさ、うん、まあその、うん、
プロパガンダのパロディーなんだけど、うん、同時にどっかでそういうの好きな部分がある、うん、あると思います、まあ、誰でもそうだと思うんだけど、誰でもそうだと思います、それは、うん、まあ、それをがあるんで、うん、あのそこが異常に敵がいいんですよね、プロパガンダ的な部分、ね、そうなんです、そうなんですよね、だからね、あの異常によくできすぎちゃってるせいでそうなっちゃうっていうね、うん、あのまあ、でもそういうのってね、本当特にアメリカは伝わりにくくて、だから僕はこれあのチームアメリカとか、あーチームアメリカの主題歌がアメリカの右翼が大好きとかいうのが近いものを感じててですね確かにね、うん、ちゃんと聞いたことあるのか歌詞みたいなね、うん、感じありますけど、はい、そのサタイアが通じない人たちっていうのはいますよね、一定数いますからね、いますからね、うん、ますます増えてる気はしますけどね、うん、でもねこれすごかったな、僕、うん、劇場10回行きましたからね、わ、うん、かる、うん、なんか本当にでやっぱりそうですよね、今の話、そのバカしか出てこない映画で、うん、でバカがなんかバタバタ次から次へと死んだりとかするんですけど、なんか途中でやっぱりもうテンションが上がりに上がって、うん、なんていい映画なんだって思っちゃったりとかしている自分をいつも発見するんですよね、なんかね、大体そのほら最初に、はい、最初にほらあの報道カメラマン の、はい、あの惨殺みたいなところがあってから、うん、その後時間をかけて、はい、学校をやってそれからその新兵訓練をやってから最初に戻ってきた時のしじみみたいなね、あの辺の感じの上げ方がもううまいんで、まあそこで大体死んじゃうじゃないですか、うん、あーみたいな、あそこでねもうギャン泣きですよ、ね、うん、でそれがもう完全に術中にはまっていることなんですけども、うん、あの本当にすごい、これはでも素晴らしい映画ね、楽しかった ね、うん、ね、いや感動しましたよ、僕もこの時だっておもちゃも買いまくって、うんうん、買いまくってどうしちゃったんだろうあれいっぱい買ったんです、だってあの普通のウォーリアーバグも1個とかじゃつまんないから10個ぐらい買って子供か、うん、子供ですね、まあ、子供はそんなに買えないからな、買いました、はい、これもフィル・ティペットが頑張ったよ、ね、これもフィル・ティペットが頑張りました、はい、ね、はい、ね、パート2は自分で監督して、ね、そうですね、うん、でパート3もあって、パート3だとパワードスーツが出てきます、なるほど、はい、まあ、だから何なんだ、だから何なんだっていうやつですね、はい、で、ね、お便りを、はい、お便り、肉ゾンビさん、スターシップトゥルーパーズ一番好きだと、原作が好きで映画化に喜びましたが、監督があの人でしょ、タカ派の小説を素直に取りはしないだろうとも思っていました、その後パワードスーツは登場しない、ブラックジョークに満ちた作風らしいと聞いて、まあそんな感じかぐらいに思っておりました、で鑑賞しました、予想をはるかに超える内容に2時間ずっと開いた口が塞がらなかったです、だって出てくるのがバカとゲストでかい虫、本当にその通り、他にないのかと思ったらなかった特にすごいのは教官のジム軍曹、ボキッと折ってメディークブスッと、そしてメディーク俺がやったと綱引きわっしょい深みゼロの脳筋まっしぐら、原作では厳しさと繊細さも持ち合わせた人物で、自分は職務を果たせないと弱音を吐きすらするんだから別物にするにしてもこれと絶句したものです、有名な原作がある作品でそこで良しとされていることを全て小バカにしていく、しかも家が400件は立ちそうな予算でやるのかと驚きました、うん、もちろん地を埋め尽くすバグの群れといった映像面などでの驚きもあり、単純に面白かったということもありますっていう、ね、うんうん、本当にそうです ね、 ね、あのいやだからバンオーベンの映画って特にアメリカ時代の衝撃っていうのは、うん、そのビッグバジェットのブロックバスターでこれができるんだっていう驚きもすごいあるんだよね毎回、でいつもうおってなる、うんうん、そうなんですよね、もう原作はあれですもんね、こう書いていただいてるけど、うん、まあ高波、はい、ね、ロバート・ハインラインの、はい、右翼小説、右翼 SF の名品ですよね、右翼 SF ね、すんごい子供の頃に読んだ気なんですけど、あ、いやいや原作は普通に面白いんですよ、うん、やっぱりなんだかんだ言ってね、あの、まあ、これも、まあ、どこでやればいいことだと思うんですけど、はい、あのやっぱハインラインって、うん、あのアメリカン SF はハインラインなんですよ、なるほど、やっぱり、うん、そこはあのその右翼ファシスト的なところまで含めて、はい、まあ、アメリカン SF っていうのはこれだなってしみじみ思うことなんですけど、なるほど、なるほど、そういう意味でもあるしすごい面白い、うん、でまたリーダビリティめちゃくちゃ高いんでね、あめちゃめちゃ読みやすい、あの、はいはいはい、面白い小説なんで、まあ、そういうのもあるからね、なるほどね、でも読んでるとなんかちょっとなんか気持ち悪くなってくるイライライラっとしてくる、はいはいはい、まさにそれ、まさにその面白いんだけどイライラしてくるっていうところが全部ダーンとぶつけてくる感じ、ね、あ、うん、まあ、ある種だからそれをそのまま映画にされるときついものがあるんですかね、うん、きっとね、なんかね、
後の方の宇宙戦艦ヤマト見てるみたいな感じになってくるんでしょうねきっとね。そう ね, ね。あれ真面目にやられてもねちょっとね、って感じですよね、どうなのっていう気がしてくるじゃないですかね。後の方の宇宙戦艦ヤマトよく知られないけど。なんかまあ最終先物の方のもう頭の方もあんまよくわかんないですけど、なんかイメージ言ってるんですよ。はい、なんか知んないけどこうなんかこうやってなんかの。ああでもまあこういうの好きだよね。なんかでみんな特攻してなんかあれでしょ、なんかもうヤマトはもう皆さんにお目にかかりませんっつってその後また続編できるみたいな。あそういう感じなんだな。感じなんでしょ。でなんかだんだんど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 んほらプロデューサーのものになってったわけじゃないですか。ライフル持ってて捕まった人、はい、ライフル持ってて捕まった人そうですな、だからバーホーベンが作ったからこそ、うん、まあああいう映画になったっちゅうことですね、うんはい、でもまさにそのねハインライン的ににも作用してるわけで、うん、そういう風に受けと、まあ、そういう風にもちゃんと響いてるってことですね。受けてる人は受けてみてる。頭を空にしてみれば、そうどっちにも通じるようになってるっていうのが、うん、まあすごいまあクレバーだと思います、ね。光栄な、うん、頭を空にしてというか頭が空な人が見れば、うんうん、そういうものとしてね。バーホーベンと松本零士は同い年なんですね。あらまあそうなのか、なるほど。ちょっとバーホーベンも長生きしてほしいですね、うんうんうんはい。なるほど。いやいや。見事な3本です、ねうんはい。素晴らしい。一本本でした、はい、変化球はいいですね。さあ、はい、じゃあ吉木さんの3本、はい、行ってみよう。おこのツーショット、いい写真。これはそうこの時もう5分ぐらいしかインタビューできなかったです、はいはい、これはいつの時、これは L の時かな、L か、うんうん、その前にな、トリックの時かな、うん、に電話でよインタビューしてたんですけど、うん、L の時にやっとお会いすることができました。なるほどね、はい、というのがとかあります、はい、トータルイコールとかインビジブルかな、うん、はい、うん、インビジブルの時は僕舞台挨拶見てますから多分その時かもしれないですね。インビジブルかな、うんうんはい、ね、いやこれドレッドなんですけど伸びちゃって後ろで多分言われてる、はあはあはい、すみません、ね、それはいいとしてくんねえかな、はいはい、ということで YOSHIKI さんの一発目、一発目をドン、あ出たこれね、出たそれはまあそう、まあこれかな、うん、やっぱりすごい好きなんですよ、ね、でやっぱりこの映画は本当にボロカス言われてるし、そういうこと言われたしね当時、うん、まあ、最近再評価されてますけど、それからそういうことなんか日本のウィキペディアとか見てるのなんかラジーショーがどうとかどうでもいいことが書いてあって、うん、まあ、本当にあれなんですけど、僕これでやっぱりそのエリザベス・バークレーがすごい不当に叩かれたことに対しての気の毒だ、すごい気の毒だと思ってるし、うん、でこれってでもショーガールってすごくその、はい、まあ、まあさっき、まあ、これ熱い話でもあるし、うん、それからその何だろう、やっぱりそのなんだろう、本当に野良犬みたいなね、はいはい、野良犬みたいな気性の荒くて、うん、でしかしまあちょっと繊細なところもあるっていう、すごく難しい変わり者の感情移入を割と許さないタイプの、うん、ノーミっていうキャラクター、うん、で彼女を追って見てるだけで全く飽きないっていうところもあるし、その後そのまさにその少女漫画的と言ってもいいし、そのメロドラマ的な展開もありからのその胸熱展開があって、そうそうそう、最終的に、うん、いい映画みたいな感じになるじゃないですか、うん、でところがこれはすごい、だからそのボロカス言われたのはだからそのなんか裸祭りじゃないかみたいなこと言われたんですけども、うん、だけどラスベガスのそのこういうショーや裸ショーをやってる世界の裸師なんだからしょうがないじゃんっていう、ふうに思うわけですよね。でそういうところのそのそういうその裸のショーを見せているところの人たちとその、はい、まあ、セックスとそれからまあ人間関係の話っていうことでやってるわけで、うんうん、でまあバーホーベンもそう言って、だからで普通に見るとやっぱりこれちゃんとなんだそこのところにそんなとらわれないで見れば、うん、普通にそのなんだろうな、ミュージカルのバックステージものとしても、はい、ちゃんとメロドラマ的に盛り上げるし、うん、でその、うん、なんかそういうところに、はい、どうやって入っていってどうやってのし上がっていくのかとか、その古巣のちっちゃい劇場が優しいとかさ、うん、いろいろいいところがあって、それからこの男の描き方もいろいろありますけども、なんか一生懸命なんだろうな、すごいゲストはすごいゲストで出てくるけども、そうじゃない、はい、中間的な、例えばそのダンスを教えてくれるとしたドレッドの、はいはいはい、彼とかはちゃんと途中で思い直して謝るんだけども、うん、それはまあもう手遅れなんだよと、うん、もう無理なんだっていうことがあったりとか、うん、そこからその、まあ、その彼女を最初に能見を拾ってくれた女の子との友情も、はいはい、あそこも結構そのなんかフッド感があったりとか、うん、それとまあそこから先にさっきも言ったみたいにジーナ・ガーションと そのベネデッタと修道院長的な対立があったりっていう、もう本当に見せ場に事欠かない映画で、でまあこの映画はあれですよね、だからそのジョン・ウォーターズは史上最高の一本だと、うん、まあ保証している。他ですね、他にアメリカ、まあ別にこれ権威主義的に言うわけじゃないですけども、
この映画を、褒めている映画監督にはですね、他にもいてですね、ジム・ジャーム氏が、はい、まあ、非常に評価していると。それから、ジャーム氏あと取ればいいな、あとお前も取れ、ね、あとジャック・リベットをすごい褒めてるどういう並びだよ、そういう並びがどこに、ね、まあ、リベットはなんかね、うん、女同士の対決とかとして見てるのかもしれないけど、ジャーム氏、ジャーム氏は褒めんだったら取れよと思うよ、まあね、いやでもね、あの本当にそのでこれはだからそのでアメリカとかでボロカス言われるの分かるんですよ。なんでかっていうと、それはそのまあ、つまりあのつまり彼らがそのなんていうんですかね、その、まあ、そもそもそのそのつまりね、だいやいいですか、ごめんなさい、そのつまりそのストリップだとか、うん、そのショーパブとかの世界っていうものが覗き見したいつもりで見に行くくせに本当に見せられると引くっていう、そのすごいそのプチブル的なね、そのまあ小市民的なそのモラルから、まうん、だけにとらわれてものを見るから、うん、そういう評価になるん で、うん、それでだって実際その当時のアメリカの票でもなんかこんなの見に行って出てきたところを街の人に見られたらどうするんだとかいう、すごいそれはただの責任転嫁じゃないかと進めろそういう、そういう失礼なことを言う票があるわけですよ、うん、見に行ったやつが悪いだろう、ね、そうで、あの、で実際そういうショーの世界を描いてて、はい、でまあだからその、まあ、いつもはバーホーベンイズムですね、それもね、だから、うんうんうん、で何がなんでそなんでまあその一つもう一つはそのエリザベス・バークレーのオーバー・ザ・トップな演技が、はい、あのカリカチュアっていうか、うん、オーバー・ザ・トップすぎるって言われたんですけど、これはバーホーベンはちゃんと考えがあって、彼女は昔にだからそのドラッグの問題を抱えてたんで、ちょっとメンタルが、はい、あのアップダウンが激しいんだっていうことでそういうふうに演出したんだけども、そのせいでエリザベス・バークレーがその後ずっと叩かれたことについて自分はすごい責任を感じて、はいはいはい、申し訳ないって言ったりもしていますね。あのちゃんと見るとすごくあのいい映画だと思うし、まあね、でちなみにこれはあのアメリカでだからこけたせいで配給元があのロッキーホラーショーみたいにして売ったらとか言って、うん、なんかミッドナイトショーとして売ろうとした形跡もあるんですよね、うんうん、それでやってそれもダメだったんですが、しかしその後やっぱりカルト的なファンがどんどん出てきてて、あもちろんジョン・ウォーターズも大好きだし、今はそうじゃなくてその物語とかそのキャラクター的な意味でも再評価の機運が高まってきているというようなことがあります。いやはや生涯でね、まあど根性、ど根性、ど根性、ど根性だし、うんうん、でやっぱりね、いやいい映画だと思うんだよ、いい映画だと思いますよ、まあ、あの だしこれってだって例えば日本だって置き換えたら、うん、わかんないですけど、その例えばそのまあAV の女優さんでもそうかもしれないし、うん、もっと言っても例えばモデルとか、うん、そのなんだろう、そのレースクイーンとかの世界でも、うん、これショーガールみたいな話っていうのがあるっていうのは僕なんかまた聞きですけども、いくつも聞いたことありますよ。なんでしょう、うん、だからでそ、でそういうのがだから本当に実際にだからそのなんだろう、そういう世界覗き見たいとか言ってるのに実際見せられるとドン引くっていうのは、うん、バホーベンが丸ごと見せてくれるからっていうことはあるかもしれないですけどね。そこはさ、うん、あのまあ、バホベンはあの偽善か露悪かって言ったら露悪を取る人じゃないですか。そうですね、うん、だから偽善ではないんですよ。だから、うん、そうだからこれこのショーガールに対する批判の 99.9% は偽善に基づいてて、うん、でショーガールって映画 自体は露悪だとは思いますよ。それは、うん、あの露悪な部分も相当あると、うん、でもあの見れば見るほどやっぱこれなんかつくづくやっぱ能見っていうキャラクターも魅力的だなと思うし、うん、あのこれねこの後だから能見ダズハリウッドっていう続編を作る予定で上映スタッフハウスと考えてたらしいんですけど、それ見たかったなとか思いますよね。このだってその後ハリウッドってさらなる地獄を最後オスカー取って、あオスカー取るのか、私はなんとか不審ですっていう、あ あそれだったらいいですけどどうなるのかな、まあそれも見たかったですけどねと、いうことで、まあ、ショーガールは本当心の一本だ、はい、ぜひ皆さんもご覧ください、はいはい、お便りもらった、お便りもらった、はい、ショーガール犯人はキャサリンさん、うん、ネタバレだ、はい、気のせいとは思いますが、ここ最近は一周回って褒めなければならない空気のようなものを感じるショーがある、言うまでもなくそういう空気はよくありません、うんうん、ですが断言します、この映画を褒めないやつはバカです、見る目のないアンポンタンで特にクズ男を蹴り殺し、ライバルとの因縁に蹴りをつけ、ついでにパクられた荷物も取り返して颯爽と街を去る怒涛のラスト、本当だよ、あれで気持ちが高揚しなければ一体何を見たら満足できるのだと言いたくなるほど素晴らしいエンディングだと思いますですね、うん、
公開当時作品や役者に対する下品極まりない評があふれ返ったそうですが、作中の客は胸しか見てないみたいなセリフがそのまま再現されているようで、なんとも残念な気持ちになりますね。ね、本当ですよ、あのロバート・ダビット ね、ダビ のチーターズか、うん、はい、の店 の胸をパフってやって見せてくれるおばはんのコンビとのね、あの人情の良さとかねもうね、ぐいぐいきますね、これはね、本当好きな映画だな。うん、あれこの映画のロバート・ダビッド悪い人じゃないんですよね。悪くないです ね、悪くないです。そこが意外だったんですよね。ロバート・ダビッド。あの面で。絶対ゲスだろうとか思ったら違ったという驚き。唯一いい人。唯一じゃないけど。っていうね、あのショーがある。です。一発いっちゃう。一発目。本領の問題とかあったんですよね。そうそう、いろいろ。いろいろ言われたんでね。はい。はい、そしてドン、これだ、そうか、うん、だよな、はい、ブラックブック、はい、まあ、ブラックブックはね、そのなんだろう、いろいろ考えたんですよ、うん、で女王陛下の選手とか、もちろんショーフ・ケティとかも好きだし、ロワンダ時代好きなのにいっぱいあるんですけども、その辺のエッセンスを、すごい完成度を高くして、うん、あの満を持して叩きつけたのが、ブラックブックなのかなという気がしております。でだから、なんていうの、その本当になんか、そういうそのバーホーベンっていう、うん、ま、だからもしかすると俺バーホーベンこれ一本って言ったらブラックブック選んじゃう可能性もなきにしもあらずなぐらい で、うん、でこれはしかもそのまあそのなんていうのか、そのハリウッドで SF をいっぱいやった後でオランダに戻って、しかもその自分の原体験っていうか、原体験って言葉も好きじゃないですけど、その第二次大戦もので、しかもまあオランダの歴史とも絡んでるっていう意味で、そのパーソナルの側面もすごくある中で、なんて言うんですかね、それこそその戦争映画っていうよりは、まあ、戦争映画ではあるんですけども、うん、戦時下の暮らしとその中でのサバイバルっていうことを、こんなに鮮烈に見せてくれる映画っていうのは、うん、なかなかないと思ってるし、うん、それからそのやっぱりその バーホーベン的っていうのは、そのなんていうの、本当に単なる偶然とか、ちょっとした行き違いで人が死んだり生きたりするっていう、その中でもじゃあどうやったら生き延びられるのかっていうことも含めて、まあ本当に見どころの多い映画だし、人間の描き方もね、これは本にも書いたりしましたけども、一番豚みたいな本当最悪なナチの可視化みたいなのが、ピアノがすごい上手いとか、なんかそういうところのなんていうの、このひだのつけ方ももう半端なく素晴らしいし、で、まあ、エンディングも良かったしね、良かった、でもこれもまたヒロインがやっぱりそのね、泣かない人なんで、でそのだし、そのなんていうの、大声で叫んだりしない、うんうんうん、で大声で叫んだり、まあ能見はね、大声で叫んだりするけども、それはその全部大声で叫ぶ人だから、あれは、うん、だから逆にどういう気持ちなのか分かりにくくなるところもあるんだけどこっちは大声で泣き叫んだり泣いたり、ギャーギャー言ったりしないタイプの人なんで、逆に分かんないけども、その分どれだけ悲しかったり、その気持ちを抑えてたりするのか、抑えつけたりして生きてんのかなみたいなことに思いを至らせるっていう点でもいいし、あとまあその、まあ、対策でね、きっちりやって、で、まあ、俳優陣もみんな良かったですよね。だからなんだろうな、でもブラックブックは本当に感銘を受けましたね。それでその戦後の後のなんか落としどころ、その後のごたごたのところもとか、その戦力じゃなきゃ解放軍が入ってきてうんぬんっていうところも見せてくれたし、本当に軽有な戦争ものの映画だと思ってます、はい、いやすごい面白かったのが、面白かったっていうか、まあ、この前にさ、まあ、女王陛下の戦死っていうのが、まあ、同じ、はい、レジスタンスの話してあるんだけど、多分そのバホーベンのリアルさっていうのはこっちの方なんだろうなと思って、バホーベンが多分見て知っていた、知ってるのはこっちに近いですね、戦争はこっち で、うん、でしかもあんまりヒロイックな感じが出てこないっていうね、全然ね、あっちは本当にヒロイックだった人の実話が、実話が本人の自伝が元で、まあ、本当のヒーローなんですね、あの人はね、本当の戦士だからさ、うん、こっちはそうじゃなくても逃げ回る中でどうやって、サバイブするか、サバイブして復讐するかみたいな話なんで、こちらがリアルだし、多分見ていた世界はこれなのかなっていう、ところもあって感じしますよね。であとやっぱね、本当に細かいディテールが気が利いてて、やっぱりなんか偽のパスポートかなんか作ってもらいに人のとこお願いに行った時に、そこで飼ってるウサギがね、食べてる人参をちょっとパクって食べちゃうとか、そういう細かいディテールがどれだけその時の生活とか、人間の大変な感じをこう浮き彫りにするかっていうのを見ると、やっぱ映画超うめえなと思いますよね、本当に。そういうところもすごい良かったと思います。やっぱ戦中派ですからね、そこのリアリズムっていうのはね、はあ、ということで、ブラックブックは素晴らしい映画でした、はいはい、ブラックブックのお便りもらいました。シューさん、はい、一番衝撃を受けたのがブラックブック、絶対悪のナチの中にも優しい人がいたり、豚野郎としか言えないクズなのに音楽の才能があったり、さっきの話、はい、
悪と戦うレジスタンスが人の情事を盗聴してゲラゲラ笑っている不快な場面、ありましたね。単純な善悪に分けられない世界で戦い続ける主人公の姿はとても美しく、ハードなストーリーながら単にエンタメとして見ても面白い傑作だと思います。実は激怒のラスト、アンナがハイヒールで悪党を殺すシーンを初めて見たときに、ブラックブックのヒロインが家族のペンダントで悪党にとどめを刺すシーンを思い出しました。ハイヒールは激怒の世界では迫害されている女性や性的マイノリティ、女装する男性の象徴、ペンダントはユダヤ人の家族との絆の象徴だと思います。そういう弱者の象徴を武器に悪をぶち殺すシーンが個人的に大好物なので、見るたびにいい映画を見たなとなります。あ、恐縮です。はい、恐縮です。激怒の時はもちろんそのハイヒールにそういういろんな意味はもちろん込めてるんですけども、ね、ブラックブックのことは全然考えてなくて、はい、ただ今手前ミスの話で恐縮ですけども、実はバーホーベン映画についてぼんやり考えてたところは一箇所だけあって、うん、それはそのなんだろう、その自警団の中に絶対子供入れようと思ってて、うん、でそれはグレートウォリアーズの影響なんですね。だから、まあ、だからその一人子供がいて、一緒になってはしゃいで楽しんでるような感じで、ただ子供がそのやばいことが起きてるところにいたらやばいなって、そのグレートウォリアーズを見た時にあすごいと思ったから、それやってた時にあこれ子供入れようと思ったのは多分そこだったと思うんですよ。なるほどね、はい、恐縮です。はい、そんなところで、はい、そんなところで、さあそしてもう一丁、もう一歩、もう一丁、スペッターズ、スペッターズね。これはですね、僕が思う史上最強の青春映画ですね。ああ、これを超える青春映画っていうのはちょっと思いつかないというか、本当になんていうのか、暗黒というかね、もう青春っていうものが、うん、悲惨で、うん、格好悪くて、はい、どうしようもなくて出口もないっていう真実を全部描き切った、はい、うん、まあ本当に傑作中の傑作だと思ってますね。でこれでもこのやっぱり屋台のね、このお姉さんが、はい、一番しなやかにサバイブしていくと、はい、で最終的にはショーガールの農民のように町を去っていくと、はい、でその町を去っていく時の高速道路がね、うん、そのちっちゃい町から出られない中で、うん、全員腐ってひどいことになって、うん、どんどん自滅していくんですね、うん、青春の残骸が、うん、それが起きていた真横にハイウェイが通ってたって分かる、うん、そのラストシーンの鮮やかさみたいなものにも僕は本当に心打たれて、うん、すぐそこから出られたんじゃんこれみたいなね。でそこも本当良かったし、この中で起きることもまあ本当にいろいろ胸に迫るものがあって、でまあでそれとそういうね、そのちょっとモトクロスがうまいからなんとか、うん、なんとかなんじゃないかとか思ってる、うん、彼の中のヒーローがいるじゃないですか、はい、でその彼のことを全く相手にしない本当のチャンピオン、ルトガハウアーとかのね、うん、対比とかも本当になんていうのかな、この見たくない残酷が次から次へと鶴瓶打ちのように来るっていう、うん、でしかもその中にユーモアもあるし、はい、なんだろうな、その世代間格差の話とかすごいいろんなテーマがぎゅうぎゅうに詰め込まれた、うん、まあちょっと最初見た時は本当打ちのめされて、うん、なんか1週間ぐらいこの映画のことばっか考えちゃうみたいな感じになりましたね。オランダ時代はね、何をベストにするかっていうのは結構難しいですよね。難しいですね。第4のとこも超好きなんですよ。第4のとこいいんですよね。うん、まあ、ね、それをさっきの娼婦ケッティ、娼婦ケッティも最高ですよね。上映の選手とかも好きだし、はい、うん、そうなんですよ。だからそう、オランダ時代全部いいんですよ。危険ないも好きだし、危険ないはいいですね、うん、そうなんですよ。だから本当オランダ時代見てるとこれ撮ってるとかロボコップって思うんだけど、後から考えるとロボコップも同じだったみたいなね。そうなんですよね。そこが面白い、うん、そうですね。この辺もそうだし、危険な愛とかもそうですけど、うん、もうなんか見ててこう胸が潰れるようなこのなんか辛さというかですね、うん、ね、なんかね、ちなみにこれをビデオ、はい、素晴らしい、ここに、ね、おサイン入り、サイン入りいいですね。どっかで後にサインをもらったんですけど、はい、このサインがこう見えるかな、殴り書きにしか見えない本物かって言って、いや俺が目の前でサインしてもらったんで本物なんですけど、これ売られててもこれ本物とは思えないよ ね確かに雑さ。ベンって書いてなくないですか、バーホー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 で終わっちゃった。でも今なんか配信でユーネクストにショーフケティが来ちゃうのかな。あ、本当、なんかね、なんかオランダ時代少しずつ配信、なるほど、うん、なるほど。あとダイヤのとこは多分 DVD 出てんじゃない。ああ、ダイヤのとこ出てんのか、うん、はあ、まだいや、まだ多分買えるっていうような気がする、うん、まあ、でもこれユネクストだな。これは本当、でもまあ本当青春の真実だと思うし、はい、そのなんかなんだろう、なんですかね、これもだからそのなんていうか、そのやっぱりバーホーベン並べではの、うん、
でそういうもんだからっていう、うん、じゃあはいっていう言うしかないのを、ね、まあそういうことの凄さっていうのを感じる一本でした、うん、はい、まあ、すごいいい映画なんで、ぜひ見てください、はい、オランダ時代見てくださいね、ちゅ、うん、はい、うことで、いや、ユーネクで見れるの、あ、違う違う、ケイティ、うん、今のところかぶりなく来てます、今のところかぶりなんですね、はい、じゃあ私のやつ、はい、まあもうね、こっからはですよ、もうあれですよ、皆さんも100発100中予想は当たるでしょう一発目ドン行ってみよう、出た、ああ。パパパパパですよ、はい、出ましたね、ロボコップですよ、こんな、はい、まあ、あの全部覚えてる映画ってありますでしょ頭の中でこう2時間再生できるやつ、再生余裕の、これなんか間違ってない、あ、80、あ、そうですね、これはあの4番目の男か、じゃあスペッターズかな、87年の映画ですね、ロボコップね、うん、スペックは間違ってますけど、まあ、はい、まあ、言うまでもないでしょう、もう説明の用はないと思います、これはやっぱりそのなんていうかだけど、あのまずはやっぱり映画のうまさですよね、うん、あのちょっと見ようと思って全部見る映画、はいはい、ね、いいとこだけ見ようと思って頭から最後までみんな見ちゃって、ああいい映画だったって言って、うん、一昨日も見たでしょみたいな感じなんですけど、うんうんうん、なんていうかそのもう捨てどころがない、はい、ね、うん、でやっぱりその全てが詰まってると思うんですね、でやっぱりその悪いやつが本当に悪い、うん、ね、うんうん、ていうか悪いやつ、大体悪いやつしか出てこない、うん、でその中でこのマーフィー巡査のこのなんていうんですか、うん、そういうその悪人しか出てこないからこそ、うん、そしてその悪人たちが別に大した理由もなく悪人であるからこそ、うんうん、そのなんというか、あ、その奈落の底でマーフィー巡査の、ね、機械になっても生きるという、うん、これが光りますね、うんうん、いやー、いい映画です、ね、はい、これアレックス・コックスに会った時に聞いたら、はい、最初アレックス・コックスにオファーが行ってたという話でした ね、まあ、あの冗談じゃないとか、冗談じゃないっていうのがよくわかんないんだけど、まあ、警察の映画とか撮らねえっていうことだと思うんですけど、はい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 、断ったらしいんですけど、まあ、それはそれで面白かったかなという気がします、まあ、そうですね、うん、まあ、この映画見た時にやっぱり衝撃だったのは、はい、人殺すシーンをギャグとして撮ってるっていう、あ、 そういう絵はすごいなと思ったんですね、そうなんですよね、だからロボコップから始まるその、ね、バーホーベンのハリウッド時代のは、はいはいはい、まあ、さっきも言ったかもしれないですけども、そのこんな対策でそれやっていい、やれんのみたいなことばっかりやってるんですよね、で、まあ、それの曲がまあしょうがあるわけですけども、ね、まあ、あれだって作ってる段階から NC17 なん で、うん、でもロボコップもね本当にびっくりしたもん、うん、あのそうです、ね、しかもロボボってんでしょ、うん、でだって俺最後あのエミール、はい、が車にぶっ飛ばされるとかが最初見た時にやっぱうんおってなりますからね、なりましたよ、そんな映画ないんだから、そのなんかなんていうの、いわゆるブロックバスター的なもんでね、そうですそうです、そうそう、でそういうことに対して仮に批判があるとして、うん、バーホーベンの答えはいつも一つですよね、だってそうだろ現実はっていう、うん、だってそうじゃんっていう、ね、ですからマーフィー巡査がその片手を猟銃でショットガンで吹っ飛ばされる、うん、それは吹っ飛ぶよねっていう、うんうん、ことですよね、で死んで蘇るからキリストだと、そう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 、そうなんですね、そうなんですよ、いやもうね、これは本当に何度見たか分かりません、もう確かにね、帰ってみよう、はいはい、というね、うん、からの出た、そりゃそうでしょうね、はい、うん、3年後です、順番に話してんのかそうです、うん、あの時系列の本当ここです、はい、いやこれもね、なんていうかね、あの見れば見るほど、うん、やっぱりよく作ったなというか、いや本当にね、うん、まずやっぱりその超大作の構え、うん、異常な超大作としての構えですよね、うんうん、あとやっぱりそのまあ当時から僕ももうこの頃は大学行ってたのかな、高校生だったのか分かりませんが、うんうんうん、一応世間的にそのディックのその実存 SF 短編をその、うんうん、ね、うん、土方のショルツェネッガーが火星で革命を起こす話にしてどうするっていう批判があったことも聞いてはいるんですけど、なんかそれでいいじゃないかって思ったしあとやっぱりその僕がこの映画本当好きなのはその、ね、さっきもお話ありましたけど、結局ショルツェネッガーが火星で見ていた夢だったんだよこれは、うん、だから普通はその暗転するでしょと映画終わる時っていうのは、うんうん、ラストシーン暗転するでしょって、だけどあの
パッと白く、うんうん、なって終わる、ね、なって終わるでしょって、うんうん、これはつまりってあの夢から覚めてないってことなんだよ、うん、だからその仮想現実の中でもう完結しちゃったんだよ、だからあの後ダグラス・クエイドって主人公はあいつは死んじゃったよねって、うん、バーホーベン自ら言って、うんうん、そしたらシュワルツェネーガーが2人でコメンタリーをやってるところでシュワルツェネーガーがえって言ってええじゃないんだよ俺はそう思わないよみたいな、火星を救ったと思ってる、火星を救ったんでしょあれはみたいな、あれ現実でしょ俺はそう思ってるよって、うん、まあ君がそう思うならそれでいいんじゃないかな、その解釈でもいいんだよみたいな、えそうとか言って俺も一生連れ稼いじゃなくてえとか言ってましたけど、まあどっちにしても、しかもそんな映画をですよ、これだから当時のね何千万ドル1億ドル近いお金をかけて、ね、それこそだって史上最高レベルだよね、そうですそうです、これだけね、そうですね、はい、でまあだってしかもシュワルツェネッガーはロボコップ見て、あるいはその前から見てたんでしょうけども、もう次こいつと仕事したい、この監督とやりたいって言ってバーホーベンに電話してやろうって言って、じゃあやろうって2人で意気投合してメキシコ行ってね、でところでこの映画あのまだ結末ができてないんだけどみたいな、うん書くかみたいな、そういうなんか良かったですね、いいですね、もうこのコンビがね、そうだからあれですよね、ルトガー・ハウアーとちょっとなんていうんですか、まあ、フレッシュ&ブラッドを最後に、まあ、ちょっと仲違いみたいなことになった、うん、でコンビ解消みたいなことになって、でシュワルツェネッガーをこのトータルリコールで得てから、うん、こいつ面白いなって、こいつもっとやりたいなって、やっぱそのバーホーベンも思ったって言いますからね、すごい暴力装置を手に入れたぞ俺はって思ったっていうねことも含め、結局それこれ一本だけになってしまったということも含めてね、あのだから画面の説得力なんだよね、だそのルトガー・ハウアーもだって女王陛下の戦士でそのパーティー会場に入ってってみたいところで、結局モテパワーだけでなんとかしてるシーンがすごいいっぱいあるんだけど、うん、まあでもそうだよねって思わせるところがあって、シュワルツェネッガーもだってこれとかトータルリコールでも他の映画でもこの人だったらこれはできちゃうなっていう、その説得力みたいなのが、バーホーベンって、うん、まあ、そのいろいろ乱暴なことやらせるとかさ、うん、そういうあの人を人とも思わないみたいなことよく言われるんだけど、うん、でも映画の中ではすごい俳優の、うん、力はすごい信じてるっていうか、俳優にすごく預けて映画を預けてる部分結構あるんだよね、うん、そうですね、うん、だからやっぱりその他の前後の映画のどれと比べてもやっぱシュワルツェネッガーが一番頑張ってるんですよ、うん、やっぱり、うんうん、もうなんかもうね、本当全編にわたってドゥーンってあーとか言ってるんですよ、なんかうなってるんですよ、うんうん、で顔目を向いてるんです、ね、一番顔芸が楽しみで映画でもいいですぜひ皆さんご覧くださいね、からの、からのあグスタスさんからお見入りいただきました、はい、トータルリコール好きなポール、バーホーベン映画ね、そう冒頭や終盤でも出てくる目玉飛び出し、太ったおばさんの、ウィンガシャンガシャンから手話爆弾、ね、鼻からは出ないサイズのものを出す、その後追跡装置をチョコにつけてネズミに食べさせて、敵がネズミだと知らずに必死で追いかけて銃を乱射する、ね、一度見たら忘れることのできないシーンが満載です、シュワルツェネッガー好きにはたまらないシーンもたくさんあると、殺す際は基本的には躊躇せず基本的にヘッドショットをする、元妻かっこ嘘をヘッドショットした後これで離婚だと言い放つ、上半身裸女装寝るシャツジャケット一本でいろんな服装の、翔ちゃんが見れるのは今作とゴリラぐらいだと思う、いろんな服装ってゴリラも多分2回ぐらいしか着替えてないと思いますけど、ね、そうそういいですね、なんか本当シュワルツェネッガーが生き生きやってまして、うんうん、はい、よかった、また見よう、帰ってみよう、はい、そして私の3本目です、出たマジで時系列3本並べただけになりました、結局かぶらかぶってない、かぶってない、結局かぶらない、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい、起きました、何も申し合わせてないのに、打ち合わせないのに、やっぱりこのなんかバーホーベンというものすごい男がやってきた、うん、はい、でやっぱり多分ロボコップ、うんがきっかけで、その後オランダ時代の映画を見たと思いますので、うんうん、ほぼだからまあそのアメリカのねバカな中学生とかと同じこうリズムでバーホーベンに触れてたと思うんですけど、うん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 、それでリアルタイムで追っかけてくる、うん、で毎回毎回日劇に初日に行くわけです、うんうん、それで毎回毎回ものすごいものを見せられたと思って帰るわけですけど、うん、氷の美少はもはや SF でもない、うんうん、メカも出てこない、出てくるのはあの悪い女とバカな男、はい、ね、うん、何を見せられてるんだろう俺はと、なんかそのもうまあ今日にというか、まあ、最初から共通してるんでしょうけど、バーホーベンのその
何事もやりすぎる、うんうんうん、全力でやる、それがやっぱりね、うん、度肝を抜かれるとこでしたよね。わかる。なんかね、俺4年ぐらい前に、はい、4年ぐらい前かなあのサンフランシスコ行った時、はい、このマイケル・ダグラスのなんとか刑事の家のロケ地の前で写真撮ったよ、はい、すっげえ坂の上の方で遠いなとか思いながら、うん、あのそこ行こうと思って決めてから、はい、あのすごい一番下の方にいたんで、うん、まあでも歩いてたら尽くしようとか言ってたら30分ぐらいずっと登る感じでちょっと死んだ。でもね、よかったですね。この道も大好きなんですよ、ね、うん、これはまあこれもただなんか当時あまあ僕もまだ若かったということもあり、うん、ただそうは言ってもわからないところはあったんです、うんうん、これは一体何の映画なんだろうと思いながら見ていた帰り道の方でした。でも、まあ、ノワールってことですよね。うんうん、なんかね、まあ、まあ、そうね。まあ、っていうか、まあ、あのやばい女に引っかかって破滅する男の話ということですよね。まあ、それはまあノワールと、ね、そのただ問題なのは、はい、多分これはそのシャーロン・ストーンが何したいのか全然わからないっていうところで、うん、まあ、でも多分何も考えてないんだよ。いやいや、あの人はでもだから、あの、まあ、考えてないっていうか、まあ、ゲーム感覚とかもあるんでしょうけども、うん、だからそのね、あのどこまで押したらどうなるかなみたいなのを押さずにいられないタイプなんですよね。ボタン押しちゃう、そうそう、ギューッと押したらなんか出たりしてなくて、うん、押しちゃうタイプあの人は。でグイグイ押すんだけど、うん、しかしその押したって言われたら、いや押してませんよっていうのが 100% 完璧にできるから、あのいくら押してもいいんだ私はみたいな、そういうタイプだと思う、うん、このもうそう、これも見るたびにびっくりさせられる、うん、いやでもね、そう、いや、大野美翔も 見どころにこと書かない映画だしね、はいはいはい、あそこのやっぱあのクラブのシーンとかもすごいしね、うん、思い出すな、いろいろ、まあ基本的にさ、うん、基本的にっていうと、まあ、バーホーベンって、まあ、その常に、まあ、植物的な描写っていうのと、うんうんうん、まあ、ちょっとやりすぎぐらいその、はい、露骨にやるっていうののせいで、限りなくキッチンに近づいていくわけですよ、うん、はいはいはい、でそれをが、まあ、ずっと言われて、うん、まあ、コルミションの時もすでに言われてたと思うけど、はいはい、まあ、それが一番言われたのが昭和ですね、ですね、はい、そうですね、で、まあ、それただそれはさ、うん、わざとやってんだからさ、うん、で世の中そんなもんじゃんっていう部分で、うん、まあ、ずっとやってんだけど、うん、まあ、それあれはでもきっちりだろうっていう人が、うん、まあ、出てくるのはまあしょうがないってしょうがないよね、うん、あとでもこうそのただまあそこにそこでそのバーホーベンはそういうふうにやっててそういう表現なのは分かってますけど、うん、そのキッチュって枠に入れて作るみたいなことはしないじゃないですか、すっごい正面から取り組んで、だから本当にいいの面白いんですよね、そうですよね、うん、キッチュというかもうキャンプっていうかキャンプというかね、だから そうそれをだからこれキャンプですよって作られても困るじゃないですか、だからやっぱりそのストレートにちゃんと真面目に向き合うっていうところがあの人の美点というかすごいところだなと思って、ね、まあ、見てて、うん、あのこれは何を見せられてるんだろうかっていう気分になっちゃうんで、そうなんですよ、でそれそうなんですよ、でそれが見せられてるのはそう王道ブロックバスターみたいな映画で何を見せられてるんだこれはっていう気持ちになかなかなんないじゃないですか、だからそれは本当すごいなと思うんですよ、毎回あるんだから、うん、どの映画見ても本当にそれがすごい、氷の美少はやっぱりそのなんか、うん、まあ、なんて言うんですか、まあ、なんと表現したらいいかわからないですが、このキャサリンっていうシャロン・ストーンのね、うん、この人は、うん、でなんかやっぱりその悪かぎかっこ悪的なものが勝利しちゃったっていう、うん、なんかね、うん、こうスカッとしますよね、そういうあそうね、だからこれがそうあのこれだからキャサリンの視点で考えたらこれ、うん、あのハッピーエンドなんで、ハッピーエンドです、そうそう、しかも勝利終わりっていうね、うん、そうそう、なんか勝ち逃げですから、勝ち逃げです、うん、そこはちょっとね恐ろしい映画でしたよ、うん、でまあなんかあのあとになっていろいろこうほらシャロン・ストーンが監督に騙されたとかっていう、はい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 、このねいわゆる取り調べ室の場面でって言って、うん、大丈夫見えないからっつって、うん、だけどバッチリ映っとるやないかって言ってあの引っ張られたりとかしたらしいですけど、うん、試写の時かな、うん、プレミアかなんかで、でもバーホーベンはいやちゃんと説明したんだあの時っていう、うん、まあそれはもうねお互いのことで分かりませんが、うん、ただやっぱりそのなんかそのこのやっぱそういう厚さね、このバトルね、うん、いいですね、はい、まあ、バーホーベン基本的にちゃんと説明する人だし、うん、そういうあの特にそのアクションシーンとエロチックなシーンは自分で脚本に全部あの絵で描く、はい、あのなストーリーボード書いて、でそれバーホーベンあの僕実物というか
じゃあバーホーベンの本とか、うん、あの研究所とかに載ってるんで見たことありますけど、本当に全部見せて書いて、でそれを見せてこういう風にしますよって説明してから撮るんで、一回も揉めたことないって言ってて、うん、でそうじゃなかったらシャロンストーンあれやんないと思うんですよ。だってカメラの位置考えたら分かるでしょ、うん、でそんなズルして撮ったカットじゃ絶対にないんで、だからそこは僕はどっちかというとバーホーベン擁護したい気持ちありますね、うん、なので、まあ、その後も別にその監督とシャロンストーンは別に、うん、あの普通に会ったら飯も食うしっていう関係ではあるらしい。別に健康してないよね、はい、その後ね。なのでそう、うん、で氷の美少またご覧くださいね、はい、というようなことがありつつの、ご覧いただいてる、オーディエンスの方からもですね、はい、そうだこれ忘れてたってやつ、はい、ね、ヨッシーさん31歳女性です、はい、仕事中に大慌てでこれを書いてすいませんね。すいません。バホーベン作品で心に残っている映画は L、はい、うん、はい、いいですね、 L 大好き、はい、鑑賞後やたら心がすっきりし救われた気持ちになったことをよく覚えています、うん、それは主人公のミシェルがどんな記号にも当てはまらない女性だったからだと思います、うんうんうん、クソ男と戦う強い女性なのは間違いないですが、うんうん、嫌いな元夫の車をボコボコにするなど妙に人間臭いところがあるし、友人の旦那と不倫するしで全く正義の人ではないところがいわゆる強い女性を描いた多くの作品と違っていて好きです、うん、不幸な身の上を悲観しないところもとても好きです、うんうん、ムカつくやつは叩きのめす、セックスもやりたいときにやるけどそれらが特別なこととして強調されず淡々とそれでいて美しく描かれているところにとても救われます、うん、ああ、素晴らしいご意見、ありがとうございます。これね超わかるんですよ、うん、で僕もだからエールとか見たときに思ったのは、はい、この映画でだからそのバウホーベンが、まあ、さっきからずっと話してるみたいにそのよその映画で見ないけど本当こうじゃんっていうのを L でやったことっていうのは、うん、その人間は一人の時に観客のために芝居しないってことなんだよね。あ、うん、だからそこで悲しんで見せたり落ち込んで見せたりってことなくて割と淡々としてるけど、うん、頭の中でいろんなこと考えてるじゃないですか。ですごい怒ってても一人でいて風呂とか入ってる時にすっげえムカつくみたいな感じになガッデームとかガンとかやんないじゃないですか。そういうだからその今まさにお便りにあった記号的な部分がないってそういうことなんですよね。確かにな。であそうだよねってまたもやこの時に思わされたっていうのが、はい、L を見た時のやっぱ衝撃でしたね、それはね。でだからといって映画的じゃなく、ね、じゃなくて極めて映画的で、はいはいはい、ありその誇張性とかちゃんと誇張してるんだけども、しかしそういうものをちゃんと見せてくれるっていうところにやっぱすごい信頼感があったな、うん、元気になりましたよねこれもね、うん、なんか元気になるな、うん、バホベンの映画なんかね、はい、やはり本当にオランダ時代も素晴らしいし、なんかあの、はい、なんか見てどれ見ても絶対面白いんで、はい、あの今日ブラックホールご覧の皆さん見てないやつがあったらバーホーベンマラソンするのも絶対いいと思いますね。オランダ時代をどう見るのかっていう問題があるんだよな、うん、ちょっとそれもあの調べつつのちょっとまたあれですね、うん、あの、各作品についてちょっと取り上げて深掘りもやっていきたいですね、うん、ちょっとね、まあ、年に 2,3 回とかでもいいから、うん、ね、まあ、そのボンと正月そうだからスピルバーグみたいにこの何としても追っかけなきゃじゃないから、うんうん、あの時あんまり忙しくないっていうか新作でバタバタしてない時にあればそういう時にやれればなでございます、はい、幻の超大作クルセイド出たこれまさに ね, これねバホーベンのあの、インビジブルの前だか後だか、ね、はい、前かな前ですね前にいろいろ、はい、あのやりたい企画がいっぱいあった、うん、あの一番ね売れまくっていた頃ですかね、うん、はい、うん、そうなんでございます。ちょっとね振り返ってまいりたいと思いますよ。93年でしたね、このクルセイド、うん、十字軍という映画の企画が動き始めて、はい、トータルリコールの現場で、うん、ちょっと監督こういうのはどうかいねってシュワルツェネッガーが持ってきたのが始まりだったらしいです、うん、よしよしやろうということで十字軍遠征の映画作ろうということで、カロルコに1億ドル出させてですね、この写真何なの？なんかあの仲いいんですいいな、仲良さそうだな。なんかもう意気投合したいですね。めちゃくちゃ意気投合っていうのは演技したみたいな写真だよね。うん、でまあ1億ドルをですねカロルコから引っ張ってすぐやろうすぐやろうって言ってですね。うんうん、はい。でも実際もうあれですよね。本当にその幻の企画とは言いつつ、もうティーザーポスターも作ればですよ。うんうん、はい。そうゴッドボーみたいな。そうなんですよ、うん、本当にね。はい、で、クルセイド。ね、十字軍の話、十字軍でございます、うん、で脚本は、ワイルドバンチのウォロン・グリーンっていうね、うん、すごい、これはフランク・ミラーと一緒にあのロボコップ2の脚本も書いた人ですけど、そういうと急にあのムムって感じになりますけどワイルドバンチのウォロン・グリーンですね。で舞台は中世のフランス、主人公は、農夫から盗賊に転じた男
ヘイゲンという名前であります、うん、はい、でそのシュワルツェネッガーが演じるヘイゲンですね、うん、これ盗賊ですから、まあ、ちょっと義賊的なところがあったのかもしれません、うんうん、腐敗した聖職者のところに野衆をかけてですね、捕まりまして処刑宣告を受けるんです、うん、しかし、今もうまさに死刑にされようというその直前にちょっと、ひらめきまして、うん、厳密には一緒に捕まってた、アラブ人に入れ知恵されてですね、うん、背中にね、うん、でっかい十字架をね焼き印するんですね。なんか最近の映画みたいですね。そう、うん、見たこの間それ。見たこの間それ。それでなんとこれは奇跡だって言って。なるほど。その辺に群がってるもう火炙り見たいって群がってる民衆をもう一気に驚かせてね、手玉に取る味方につけるんですね。はいはい。でそしたらもう神の奇跡やっつってで死刑を免れて。うん、そしたらこれ教皇がですね、おそらくチャールトン・ヘストンが演じる予定だったんですが。これはこの英雄が現れたぞと、うん、ね、もうじゃあちょっと君この十字軍に加わって、うん、遠征に行ってきてくれたまえって、うん、エルサレムへ向かうと向かいます、うん、そうするとまあその行く先々で十字軍の蛮行をですね、うん、これでもかと見るわけです あいつらなんか人食ったりしてるぞみたいな、はい、はい、で結局その聖地エルサレム奪還というのはもう単なるお題目であって、うん、で実態は十字軍遠征の実態というのはユダヤ人アラブ人の虐殺そしてその領土と富の略奪であった、ね、はい、でヘイゲンという主人公はその後敵であるはずのそのイスラム人ムスリム、イスラム、ムスリム勢力に合流していずれ祖国に牙を剥くことになるのですというお話だったそうです、はい、いや最高に見たいねでしょ今作ってこれと思って、ね、でもちろんその前編にウルトラバイオレンスが、うん、多分もうあの2分に1回ぐらい足で人を踏み潰すみたいなとかね、ね、第1回十字軍の時も、はい、馬のくるぶしまで町が血で埋まったと言われてるぐらいで、うんうん、本当にウルトラ暴力なんで、はい、それやったらどんなことになるかなって思いますよね。とことんやるぞっていう、うん、超見たい。そういうのあれだよね、はい、アルカイダとかが出てくる前の前ですね、前ですね、全然前ですね、はい、でですね、制作準備はもう順調に進んでまして、脚本もこれネットで探せば、読まれます、はい、で、ジェニファー・コネリー、ジョン・タトゥロとかゲイリー・シニーズ、ゲイリー・シニーズもいいですね、ね、さまざま、あとロバート・デュバルなんかともキャスティングの交渉してたらしいです、うん、残念。で、すでにスペインには大規模なセットも建て込みを始まってたらしいですが、うん、はい、ところで、制作は栄光のカロルコピクチャーズですね。栄光の、はい、カロルコでございますよ。ターミネーター2、トータルリコール、はい、氷の美少大ヒット、はい、でその後、ちょっといろいろありまして、まあ、超大作志向ね、ハイリスクハイリターン、そういう戦略が裏目に出て93年、すでに破産寸前でしたと、うん、はい、でもまあ起死回生を狙ってもうバーホーベン監督にね、あとシュワルツェネッガーさんに1億預けますと、1億ドル預けますと、うん、でそんな準備してまして、で一応そのショルツネガーとバーホーベン2人でカロルコ行ってですね、会議行くんですよ、うんうん、この辺ね、この会議ね、はいはい、そしたらそのカロルコの偉い人が、うん、バーホーベン監督ちょっといいですかと、ちょっとうちもいろいろ厳しいんでちょっと制作費ね1億ドルを超えないっていうことをどうか保証していただきたいんですよね、うん、1億ドルですかね、はい、1億ドルですよ、うんね、でももうちょっと超えると本当困るんでちょっとそこは、うん、でこの言葉に激怒します。そうです、バーホーベンがね、はい、じゃん、何が保証だこら、ね、保証なんてあるかと、うん、じゃあなんだお前この後な、お前自分がなそこ通り出ててトラックに引かれてお前死なないって保証できんのかお前自分でと、俺だって明日には死ぬかもしれんだろうがと、でバカを抜かすなこら、何こらって言って、で隣で聞いてるシュワルツェネッガーはずっとですね、その監督がブチ切れてるその足をテーブルの下でちょっとちょっとちょっと、テーブルの下ですぐ蹴ってたから、ね、足で蹴ってたんですけどもうそんな止まんないです、止まんないです。でこれもマジ切れしまして、うん、終わった終わった、で終わったんだよね、終わったんです、うん、でカロルコは当時あのカットスロートアイランドっていうレニー・ハーリン監督の海賊映画を6000万ドルぐらいで作る予定だったんで、うんうん、じゃあこっちにしよっかと、あクルセイドを諦めよっかと、おい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 、いやだってこれほっといたら監督だってもうあんな怒ってるし、いくら使うか分かんないから、うん、もう潰れそうなんだからうちはっつって、うん、こっちの方だったら前ちょっともうちょっと安く上がるんだろうから、これでかけようって言って、
ったらばそのカットスロートアイランドっていうのがもう散々もう政策難航して、最終的に 1億1500万ドルまで予算が膨張してしまったと、に対してカットスロートアイランド全世界公衆1000万ドルっていう十分だよ、経典同値のいやバーホーベンにかけとけよかったよな本当ですよ本当に、すごい。そして倒産しました、はい、さよならということです ね残念、はい、でその後は仕事でね、ガーはね折に触れて俺はまだクルセイドやりたいんだと、うんうん、何度か言ってますし、うん、バーホーベンもおそらくはやる気はまだあったんでしょうけど、結局その日の目を見ることはなくて、バーホーベン・シュワルツェネッガー組の夢のタッグは一度きりに終わったのであります、うん、終わり、残念ということですね、寂しそうな顔しちゃって、はい、っていうね、どうせならバーホーベンだったなっていうことですよ。だから本当にこれで作っときゃね、うん、ねえ、まあ、歴史は変わったから、まあでもね、そういうことばっかりですよ。だってムスリムだってさ、うん、そんな怒んなかったかもしれないよ。かもしれないですよ ね、 ねこんなアメリカも分かってんじゃねえかと。分かってるやつがいる。分かってるやつがいる、ね。ひどいことやってきたって、キリスト教がいかに、うん、最悪かというね。最悪かというのは分かってる、うん。アメリカ人も。我々はひどい目に遭ってきたっていうのはね、アメリカ人も分かってる。アメリカ人にもっつっても、あのオランダ人とオーストリア人ですけど、どっちも、まあ、でもオランダ人とオーストリア人。まあでもな、みたいな、まあでもね。そういうことあったかもしれないですよね。だからね。っていうことでございましたよ、はい、まあでもなんか本当にベネデッタモネに通ずるところはやっぱさっきのあらすじとか見て、ね、あるよね、まんまやないかっていうところもありますし、うん、からまあ、ね、そうですね、うん、まあ、ベネデッタまだ上映中だし、はい、方便映画本当に全部おすすめなんで、うん、まあ、これからもね折に触れてブラックホールでもやりたいですよ ね、バーホーベン取り上げていきたいなと思います、はい、新作ある時もない時もね、はい、そうですね、うん、それとちょっといいですか、告知っていうか、告知、告知でもないんですけど、うん、これはですね、これも DU ブックスだから、はい、あれですね、DU ブックスってディスクユニオン、ディスクユニオンブックスさんからご検本いただきまして、お、ギレルモ・デルトロのピノッキオ、うん、あのネットフリの、ネットフリの、ネットフリのっていうか、そうですね、映画館でやってました、はい、ネットフリの、の本が出ました。うん、でこれアート本で、中もめちゃくちゃ充実なんですけど、僕このデルトロのピノッキオは本当に期待しないで、期待しないでとかあんま期待しなかったんですけど、正直言って、うん、映画館見に行って、まあ、非常に感動してですね、うん、うお、いいじゃんみたいな、やっぱおとぎ話なら全然いけんじゃんと改めてデルトロはおとぎ話に向いてるという認識があったりするんですけども、これはだから人間のその設定画とか舞台裏とかも含めていっぱい図版舞台用でやっぱり楽しい本をやっておりますので、これが3月のいつかいつか、まあ、近々刊行になると思います、うん、それともう一つお知らせというか、はい、あれがありまして、これは画像が出るのかな、はい、まず先に下の方でしょ、はい、これ原稿者さんというところから、コンセプトアーティストロンコッブの仕事という本が、はいはいはい、7日かな、うん、そのぐらい出ます。でこれはロンコッブというのは、まあ、エイリアンとか、うん、バックトゥザフューチャーとか他にもですね、まあ、ラストスターファイターとか、はい、あと、まあ、アビスとか、まあまあ、代表作にはこと書かないんですけども、あとレーダースとかね、うんうん、とかまあ、コナンザグレート、はい、なんかいろいろありますけど、いろんな、まあ、コンセプトアーティストっていう言葉はこの人からできたと言っても過言ではないんですけども、うん、のこれまでの、まあ、大量の仕事と、それからまあカートゥーン描いたりとかゲームに関わったりとかいろんなことやってる人なんですけども、その仕事をまとめた一冊がこちらになりますが、これ僕は去年からチクチク訳してたのをやっと出ることになりまして、しい、はい、なんで、よかったらぜひお買い求めいただければと思います、はい、これはジェームズ・キャメロン、ジェームズ・キャメロンの序文と、あと、まあ、アビスのところとかエイリアン2とかでちょこちょこジェームズ・キャメロンが出てきて、うん、いろいろ自慢交じりにロンコップのことを語るみたいな、うん、俺もすごいけどロンコップがすごいぞ、俺もすごいけどロンコップはマジすごい、ロンコップはマジすごいけど俺も結構すごいぜとか、あとロンコップと僕のような人間はお互いアーティストだから気持ちが通じやすくて本当に良かったとか、まあ、いろいろそういう話が出てきてそういうところも楽しめるかと思います、はい、はい、というようなね。でもロンコップは本当に名前知ってる人多いと思うんですけど、ここまでこんな本がね出るのとか、そうです、ね、珍しいっていうことはないんだけど、うん、まあ、でもその、ね、コンセプトアートだけ集めた本とかなかなかないもんね、なかなかないもんね、その他のそのメイキングの中にさ、ね、メイキングの中に入ってるっていうことはあるけど、ね、アーティストとして扱われるっていうのは珍しいですね、すごくね、うん、それでこれだけまとめて作品とかスケッチが見られるっていうのも、はいはいはい、本当にこれはすごいためになるし、あとロンコップのなんかね、そのね、すごさみたいなもんが改めて分かり
一冊もらってます。よかったらぜひどうぞということですね、はい。はい、お願いします。コンセプトアートとかボツデザインとかってなんであんなに見てるとワクワクするんですか。ワクワクするね。うん、あ、ガンジョモンソンド。あ、トークショーありがとうございました。あ、スーパーケミカルカールさん。有意義な時間だったのを期間報告受けました。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん今日もスパチャとかいろいろありがとうございました。はい。はい、というところでございます。ということで来週で次回予告です。はい。次回ちょっと待って、あ、ちょっとこれは後でいいのか。次回予告ドン。ついに出たスピルバーグロン最終回。ガーン。一気にやるぞ。はい。一気に。昨日リンカーン見たしね。一昨日戦火の馬見たから。すごい。あのもう順調だな。着々とやってます。はい。タンタンとブリ、BFG をまず見て、うん、はい、あとブリッジオブスパイ、はい、ペンタゴンペーパーズぐらいやって、まあ、結構多いな。多いです、まあ、頑張るしかないですね。結構割とストーリーだけでやんなくていいのな。割と長いし、それにプラス、多いし、長いし、それにプラスしてフェイブルマンズもあるんでしょ、はい、地獄か、はい、何時間やんの、何時間やんの、大変だねこれは。7時スタートで早めに始めて、マジかよ、大変だな、早めに始めて、帰るかな、ね、電車で、電車で帰りたい、早めに始めて遅めに終わることになるかもしれませんが、はい、頑張りたいと、お付き合いください、はい、ありがとうございます、ね、この機会にね、あのまだご覧になってない作品とかね、うん、いただいて、あ、そう、ウエストサイドは前にやったから少し軽めでいきましょうね、はい、ということで、はい、同じ日にやります、はい、はい、ということで、まあ、そうですね、あの旧作、まあ、2010年代の作品ということになるんですか、うん、はい、と同時にフェイブルマンズも、フェイブルマンズかね、よ、今週からだっけ、3日から、3日からですね、3日からなんで、これは明後日から、はい、これはあの強くおすすめ、強くおすすめです、はい、で、ぜひ、ぜひ、あの、ダッシュで見て、ダッシュで見て、はい、泣いてほしい、うん、泣いてください、泣きます、はい、ということで、ということで、チャンネル登録や、はい、ちょっと今後の予定、今後の予定、そうだ、まだある、そうだ、さらにさらにドーン出た3月15日エブリシングエブリウェアオールアットワンス、エブリ、はい、これも3月3日、はい、これも今週公開です、ね、はいはいはい、はい、まあ、これと、まあ、エブリシングエブリウェアとエブルマンズが、まあ、今年のアカデミー賞はね、どっちかなっていう感じの、はい、そう、どういうふうになるのか分かんないですけどね、でもあの今年は、アカデミー賞はいつもどうでもええわってよく言うんですけど、うん、あのどっち取ってもいいです。まあ、そうですね。どっちもいい、どっちも素晴らしいですね。はい、だと思います。はい。はい、ですね。15日はこちらの映画。はい。さらにドン出た。24日。24日。新仮面ライダー。あ、そうなの。それも決まってんの。まあ、我々やっぱ新ウルトラマンの話、ね。仮面ライダー全然知らないからな。新仮面ライダーの話もしていかなければなるまいというところなんですが。私はあのライダーごっこ世代ですからね。まあ、なるほど。はい。ちょっとで、まあ、ただ今回私はあのウルトラマンはウルトラ強者なんですけど、ライダー弱者ですか、ね。僕もライダー弱弱者なんで、どうしようかな。どうしようかな。詳しい人をお招きした方がいいかもしれないね。詳しい方をお招きすると、そう同時にやっぱ皆さんからのこれはお便りが生命線になるのではないでしょうか。なんだろうね。はい。本当にさ、ライダーってそんなみんな好きなの。いやいや、そんないやいや、でも本当にそう思うんだよ。まあそれにそのどこが好きかっていう問題もありますもん ね、こんだけ長いことやってると、ね、死神博士とかいるからな、まあ、そこら辺はいいかもしれないけどね。最初、うん、その後40年ぐらいやってますもんねっていうね、はい、はいはいはい、っていう、そしてそしてまだあるまだあるまだあるのかな、まだそこまで、ここまで、とりあえず24日、それで、チャンネル登録やいいねも、はい、ぜひよろしくお願いしますと、うん、これを言っとかないとダメですよね、うん、もう半になっちゃった、はい、はい、ということで、うん、すごいやったね、頑張ったね、すごい頑張りました、まあ、バーホーベになるとどうしてもみんな熱く語ってしまう、普通にね、楽しいんでね、本当に面白いから、復習するとかさ、そういうこう、うん、勉強感全くなかったんだよね、はい、バーホーベの場合はね、あ、そうですよね、単に好きな話してるだけでね、わかりました、ということで今日もお付き合いありがとうございました、はい、はい、ということでございまして、はい、また来週お目にかかります、はい、来週はフェイブルマンズとスピルバーガーです、はい、いっぱいスピルバーガー、頑張ります、はい、頑張ります、皆さん今日もありがとうございました、それではごきげんよう、さようなら、また来週。